本日はオンライン座談会8つの国際共同政策を振り返るプロセスオブザーバーの視点から第2回をご視聴いただきありがとうございます私国際交流基金舞台芸術事務長の小林と申しますどうぞよろしくお願いいたします本ライブ配信は東京都の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針にのっとりまして手指の消毒会場内の換気飛沫防止検温を徹底しお届けいたします 本日の座談会の前置けといたしまして、まずは私の方から2点お話しさせていただきます。1点目は、国際交流基金が国際共同政策を行う目的について、もう1点は、プロセスオブザーバーという、あまり皆さんにもお聞き慣れないお言葉じゃないかと思うんですけれども、このオブザーバー制度ということについて、簡単にご説明させていただきます。 まず1点目につきまして私たちの基本的なミッションとして海外のの方との相相互互交流、相互理解が挙げられます。国籍ですとか文化言語など置かれている状況が異なっている人たちとも舞台芸術という人間の感情の奥深いところにあるものを扱う芸術を通じて表面的には立場も異な,る異なっている人同士も 深いところでは何か通じるものがある、通じるものがあると実感する機会となり得るのではないかと考えております。この考え方に基づきまして、国際交流基金では、海外に日本から舞台公演を派遣することを長年行ってまいりました、そして本日のテーマである舞台の国際共同政策も、この延長線上にあると思います。 ただし、純粋に日本の舞台を派遣する場合は、海外の観客が日本のアーティストの舞台を見ると、そういう構図になりますので、そこにはどうしても見る側、見られる側という区別が生じます。一方、国際共同制作の場合は、一つの作品を共同で作ることになりますので、その過程において、双方の考え方の違いを乗り越え、意見を調整するということが必要になってきます。 この調整するというプロセスそのものが一つの国際交流であってアーティスト同士の化学反応が新たな価値の創造を生む機会になることを期待して国際共同制作事業を実施しております次に2点目としてプロセスオブザーバーの生徒について簡単にお話しいたします国際共同制作作品ももちろんあの観客の方々はあの通常の作品と同じように鑑賞することはできます しかし、まさに今お話しした国際共同政策のプロセスというものは外部の方からは見ることができません。価値観の異なるアーティストがどのようにその違いを作品として消化させていったか、そこに国際交流の相互理解のためのエッセンスが詰まっているのではないか、そういう想定のもとにこのオブザーバー制度を考えました。 具体的には、見識を持った方々をクリエーションの現場に派遣いたしまして、共同制作のプロセスを観察していただきて、それを報告書としてまとめていただいて、広く一般に公開するというものであります。本日の座談会は、まだ報告書の公開前ではありますけれども、実際に各案件をご覧いただいたオブザーバーの方々から、直接クリエーションの過程を語っていただく、非常に貴重な機き上げだと考えております。 私たちの調べた限りですけれども、プロセスオブザーバーという制度は、国内外を問わず例がないようでしたので、今回、新しい試みというふうに我々は考えております。その意味では、このプロセスオブザーバーという制度そのものも、いろいろと改善すべき点もあるのではないかと思いますので、本日の座談会の議論を受けて、より良い制度として、今後、運営していければと、そういうふうに考えております。 えとそれで本、本年度の国際交流事業なんですけれども、全部で8件、国際共同政策事業がありまして、8名のオブザーバーの方がいらっしゃいます。ですので、より深い議論ができるように、座談会は2回に分けまして、4名ずつオブザーバーにご参加いただくことになっております。 1> 第1回はすでに2月18日にライブ配信しておりましてこ,のこちらの映像も引き続き YouTube で視聴可能ですのでご興味のある方はぜひ概要欄の方をご参照くださいそれでは本日の登壇者をご紹介させていただきます えっと、一番最初にまずう島貫泰輔様、えー、モデレーターをしていただきます、えー、担当のご作,、えー、作品は「チェルフィッツ藤倉大クラング・フォーラム・ウィーン、えー」新作音楽劇ワーク・イン・プログレス公演をご担当いただきました、えー、続きまして南出和代様、えー、SC ・アライアンスシェン・キョウメイ・リベイロ・カビリエル レビアリコラーレス空の橋をご担当いただきました続きまして高橋綾子様カンパニー・デラシネラリー・レンシンリュウ・ジェイチュウトゲをご担当いただきました 最後に堀切勝弘様 SPAC 静岡県舞台芸術センターフランス国立演劇センタージュヌビディ劇場「桜のソロ」をご担当いただきましたえ堀切さんにはフランス在住ですのでフランスの方からリモートでご参加いただいておりますはいここからは島貫さんがモデレーターとなって登壇者の皆さんにはお話ししていただきます ではどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。えー、っと今回えー、っとちょうど一週間前の第1回があって、えー、っと今回その第2回のえー、っとモデレーターを仰せつかった、えー、島貫です。よろしくお願いいたします。えー、っとまあ前回もおそらくそうなんですけども、今回もかなりあのいろいろなジャンルの作品についてご言及していくような形になるかなとは思うんですけれども、えー、っとちょっと簡単にあのまあ今日の 構成というか、まあどういうテーマについて語っていくかということをあの簡単に説明したいと思います。えっとまずですね、まあ第一部としてえっと今日あのご登壇いただいているプロセスオブザーバーの方、まああの僕も含めるんですけれども、からえっとまあ参加したそのまあオブザーバーとして参加したプロジェクト作品がまあどういった枠組みでどういったものなのかということ、<laughs> それからその中でちょっと簡単に気づいたことというものを大体それぞれ10分ぐらいでえっと。 プレゼンンテーショしていでまあそれを受けまして第2部としてフリートクというかディスカッションですねを4人の中でやっていきたいと思っているんですけれどもっとなく大きくは2つのテーマがあるのかなというふうに思っていまして1つは先ほど説明もありましたが国際共同政策というのが1つとやっぱり今回もう3年足掛け3年ぐらいになりますがその コロナ新型コロナウイルスの、まあ、パンデミックの影響というのもあのその国際的なこう政策というところの現場にはかなり大きな影響を与えているのでそれに関する議論が1つでもう1つはま今年度から始まったばかりの制度が、まあ、プロセスオブ,ザーオブザーバーというものなんですけれども、えっとまあ、それを どういうものとしてこう今回捉えていくかというか、まあ実際にその現場に参加してなんか自分の立ち位置であるとか、あるいはそのクリエーションやそのアーティストとのなまあ、距離感だとか、まあ、どういうふうにこう関与していくのか。 あるいはまあ関与していかないのかみたいなことも含めてまあプロセスオブザーバーとは何かってどういう可能性があるのかみたいなことをあの話していければなというふうに思っていますでもちろんあのそれ以外にもあの今回話が出てきたところから派生していろんな議論をしていければなと思っています、まあ、大体2時間ということでよろしくお願いします でえー、っと早速なんですか僕自身がちょっとモデレーターでありつつプロレスオブザーバーということがあるので、少しややせわしない感じではあるんですけれども、ちょっとあのまず僕の方から、あの私が、えー、担当した作品について、ちょっとプレゼンテーションをしていきたいと思います。はい、えっと、えー、私が担当した作品は、えー 岡田敏樹さんが主催されている、えーとまあ、演劇カンパニーというか演劇集団というかのチェルフィッチ、えー、とチェルフィッチのまの、あ、新作音楽劇という作品になるんですけれども、えーとまあ、正式なタイトルとしては、えー、チェルフィッチかける藤倉大ウィズクラングフォーラムウィン新作音楽劇ワークインプログレス公演という形になりますでちょっとこれ、まあ、どういうものかというとえー もともとそのオーストリアのウィーンにウィーン芸術週間という、まあ、かなりヨーロッパでは有数の国際芸術祭演劇祭がありましてそこからの新作移植というかあの制作依頼がチェルフィ中の岡田さんの方にありまして。 でその時に、まあ、ウィーンはまあ音楽の都ですので、えーとまあ、音楽何かしらその西洋由来の音楽に、えー、関わるような音楽劇というか、まあ、音楽に関わる作品を作ってほしいというなんか依頼がありでその中でその藤倉大さんというあの、まあ、現代音楽の作曲家の方の名前が出てきたでさらにその藤倉大さんと,、えー、と一緒にあのかなりいろんなコレーションをしている、まあ、オーストリアの 現代音楽のアンサンブルチームであるクラング・フォーラム・ウィーンも参加することになった。 でえっと、一応本来は2022年の,そのウィーン芸術週間で新作としてまあ発表する予定だったんですけれども、まあ、やはりコロナの影響もあって、えー、2023年が本公演で、えっと、2021年あの、まあ、去年ですね去年のえっと11月に行われたのは、まあ、そのための何ていうか支援会というか今まあこういうような状況ですよというようなのをあの紹介するようなものになっています。まあなのでかなり えー、国際共同政策と言いつつもこれから、あのー、形になっていくというようなもののかなり初期の段階をなんか密着するような形でした。 ちょっとスライドの方はなんかこれ現場の写真になっているんですけれども簡単にそのどういった作品になっていくのかっていうことを説明するとまあさっき言ったようにその新作音楽劇というようなまあ演劇と音楽が何かしらのその新しい関係性を結ぶというのがいうのがまあえっと一つあるんですけれどもえっとテーマとしては近年その岡田さんが持ってらっしゃるその 人間中心的ではない世界とかあるいは社会のありようは何かみたいなことが一つテーマになっていますすで、あのー、に、あのー、いろんなところです講演がなされた消しゴム山あの消しゴム森というタイトルのものもありますが、まあ、消しゴム山のテーマを引き継ぐような形で、えー、作品をこう作っていくというようなで、えっと、そこで、まあ、消しゴム山の場合はその金内哲平さんという美術家が作った用意したこうものとか 舞台美術っていうものとのこう関係性だったんですけれども、えー、と今回の場合はその音楽音っていうものをその人間にこう対,比される対比されたこう外の存在として、えーとこうまあ、対比させながら、まあ、どのようなこう、まあ、ドラマを作っていけるかどのような関係を作っていけるのかっていうのが、えー、とまあこの作品の一つ腰になっています。で ちょっとそこからあのスライドを見ながらご紹介していきたいんですけれども、えっとですねえー、今回のプロジェクトの一番最初のところとしては、えっと、2021年の7月に、えっと、2週間の期間をとって最初のワークショップを行いました。 で今、写真に写っているのは横浜にある急な、まあ、坂スタジオというところで行われた、えー、と最初の2週間のうちのさらにその前半戦、1週間の様子です。急、え、な、ーまあ、坂スタジオはかなり岡田さんずっと使ってらっしゃるスタジオで、まあ、ある種、ホームベースみたいなところがあるんですけれども、まあ、そこに、えー、写真にもありますがこうマイクだとかこう、ズームの機能でこう遠隔を結ぶような、えー、設備を用意して。 でえー、とロンドンに住んでらっしゃる藤倉大さんと、まあ、リアルタイムで結びながらご作品をクリエーションしていくことを始めました。えー、とこれがまあその最初のあですね 1> で1週間後はまた場所を移して「山吹ファクトリー」という、えー、と神楽坂に近くにあるスタジオに場所を移しまあでもあの基本的にはやっぱりその藤倉さんもリモートで参加するっていうような形で、えー、制作をあの稽古というかクリエーションを進めていきましたであのー、結構このクリエーションの中で個人的に驚いたのがあのー、まあ ちょっと言い方としては難しいかもとこあるんですけどもすごくこう泥臭いところから作品を作っていくというスタンスにあの個人的に非常に驚きました。あのーまあ、そのチェルフィッチにしろ岡田さんにしろ、あのー、やっぱりある程度こう作品のフォームみたいなものはかなり明確に決まっていて確立されていてで今回の作品も、あのーまあ、そういったような,な。 延長線の中でのなんか作品をこう発展させていくのかなというふうに思っていたんですけれども,もう本当にその一からこう作っていくというかあの近年その岡田さんがこう非常に重要視しているその想像力とかこう想像っていうものをこう一つこう軸にしたものを作るっていうその考え方自体もあの一度こう取り払うというかもうそこを疑うところから始めてみようというようなあのクリエーションから始まりまして。 まあこれは割とこう、えー、今映っている写真はこうちょっと正面性の近い配置でこういろんな稽古というか支援をやってるんですけれども例えばまあこういうふうにあの椅子の配置をこう円形にして舞台上で俳優がこうまあ視線を交わしながらやるような。 あの方法もやったりだとかかなりいろんなあの方法であの作品をまあどういったらどういった方向性を作品になっていくのかということをこうなんか模索していった印象があります。はい、でこれがえと一応前半戦になってましてで11月はですね今度場所え江戸川区にある タワーホール船堀というところに移して、まあ、こういう、まあ、本当に劇場なんですけれどもよりなんかこう実,践的な実際的なあの傾向というかクリエーションの段階に進んでいきましたでと割とあのこの後半のクリエーションに入るほんと直前に、えー、岡田さん自身が「オペラのユーズルというあの作品に参加していてちょうどそれの公演が終わった直後だったんですけれども。 なんかその影響もあって、まあ、オペラですからやっぱりそこまでも音楽っていうのはものすごく重要な要素になってきていてそのなんか音楽と演劇っていうものの関係性をもうちょっと岡田さんの中でこう踏み込むというか少しこう形になった状態で、えー、とクリエーションがまあ再開しましたえっ、ー、と、まあ、ここで、まあ、ここでもやはりこういうふうにロンドンにいる藤倉さんとつないで こう話し合いをしながら進んでいくんですけれども、あとあのここでちょっと一つ注目しておきたいというのが、えっとこのそのリモートでのクリエーションを支えるエンジニアチームの、えー、役割についてです。えっとこれはまああのやっぱりこれ藤倉さんがこう。 藤倉さんとそのチームは構築していったものなんですけれども、えー、と藤倉さんが、えー、とずっと継承、まあ、というかディレクターを務めている東京芸術劇場のボンクリフェスという、まあ、音楽のフェスティバルでそのフェスティバルを一緒にこう作っているこうエンジニアチームの方があの今回の支援会とかワーケンプログレスにも参加して。で そのロンドンの藤倉さんのスタジオとえ日本のまあこの劇場をもうほぼほぼリアルタイムにかつあのえ時差なくかつその音楽のクオリティとかその音質とか映像の質も落とさずにえハイクオリティにこううえーに届けるとか相互にこう連絡し合うというようなそのスタジオをもう本当に劇場にそのまま持ってくるようなその構築をしていらっしゃいました。 であのこれは藤倉さんもおっしゃってたんですけれどもあの例えばその、えー、同じ劇場に藤倉さんも参加して、まあ、その場にいて、えー、とその作られていく作品についてこう意見を言ったりだとかあのこういうあの試みはどうだろうみたいなことのこう提案はできるとは思うんですけれどもあの実際そこに例えば音楽機材とかを全て持ち込むってことはほぼ不可能なわけであのリアルにあ対面していると実はできないことがたくさんあるっていう。 でなんですけれどもあのこのエンジニアのこう通信システムを使うことで、まあ、要は藤倉さんはロンドンのスタジオに自分の自,自宅兼スタジオにいらっしゃるので普段自分が作曲やってるものをもうほぼほぼ全て作る使うことができるんですね。でそれをこう利用して、えー、こクリエーションに参加することでもうほとんどあのもう自分もうリアルタイムに作曲しながらその曲をこう使ってみるだとかあるいはその まあ、リアルタイム作曲じゃないにしても自分が使っている作曲をこうある種こうコラージュして組み合わせたものをこちらの曲劇場に、えー、と持って行って、えー、そこでまたさらにテストしてみるとかあのむしろリモートになることによってよりこうなんか直接的というかよりこう踏み込んだこうクリエーションができる環境であったというのが、あのー、非常に驚くべきところでした。であのー、かなり 今回の,その報告書自体もにもいろいろなことを書いてはいるんですけれどもあのこう例えばリモートになったりだとかそのコロナ禍っていうものがクリエーションのこうスピードをこう緩めるのではないかとかあるいはなんかそのクリエーションの本来の姿をこう形をこう変質させてしまうんではないだろうかっていうようなあの考え方っていうのを、ま、容易にこう思い浮かぶわけですけれども、まあ、今回のようなこういうシステムを使うことによってむしろあの普段の創作の,の現場以上のことにこう踏み込んで 何かを実現することができる、でそういうものを今回ちょっとあの目撃したなというような印象を持っています。ほ、まあ、他にもちょっといろいろ気づいたところとか面白かったところは多々あるんですが、まあ、後日あの、公開される報告書等で読んでいただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、であちなみにここれれがれです、ね、当日のの講演の様子です、えっと、これは、えーまあ、映像バージョンというかあの クランク・フォーラム・ウィーンのメンバーの,がの演奏している映像と一緒にこう俳優が演じるという、まあ、岡田さんが近年やってる映像演劇のメソッドをちょっとこう援用したようなものです。でもう一個は、えっと、これは日本に拠点を持っているアンサンブル・ノバドというチームの,その実際の生演奏で、えーえー、実演するというようなバージョンで。 まあ、あのワーキングプログレス講演ではまあ、この2つをまあ同時にやることによってまあ、その違いであるとか、あるいは共通点みたいなものも、あのー、1つ、あのー、気づきとして提示するようなことができたのではないかと思っています。はい、ちょっと駆け足になっちゃいましたが、あの私からは以上です。ありがとうございます。はい。では、続いてはえっ、ー、と見ないでさんにお願いいたします。 はい。えっと、それでは、えっと、南出の方から、え、報告をさせていただきます。あの、私がプロセスオブザーバーとして、あの、え、見させていただいたのは、あの、日本の CS アライアンスさんという、あの、ところが、まあ、ブラジルの、えっと、アーティストの方々と、あの、ちょっと他の、あの、プロジェクトとは、あの、違うところがありまして、あの、プラネタリウム映像制作というのを、まあ、あの、された、あの、え、その、えっと、プロジェクトについて、あの、えっと、簡単に、あの、ご紹介します。 させていただきますはいあのこのプロジェクトはですね「空の橋」という、ま、タイトルであの、えー、と進められてきまして、えー、と CS アライアンスの方ま日本側ではあの総合プロデューサーとして、えー、大竹、えー、真由美さんで映像監督として橋本大輔さん、えー、そして音楽プロデューサーとして小林洋、えー、平さんが中心となって、えー 制作をされました。え、ブラジル側の方では、え、ショーン・リベロイさんはじめ、え、音楽演奏家の方々が、えっと、関わって、あの、制作をなさいました。あの、実は、あの、当初は、あの、えっと、最初の企画の段階では、え、2021年の8月に、え、ブラジルのアーティストの方々が日本に来て、で、それで、あの、えっと、合宿形式での、まあ、あの、演奏、録音というようなことが予定されていたんですけれども、あの、残念ながら、まあ、あの、そのコロナの感染症の、 あの状況がまあ改善されなかったためにあの最初から最後まで全てまあオンラインであのされるというあのまあえと試みになりましたあのえと,まあとてもあ,のある面ではさまざまな変,あの変更があの余儀なくされて苦労されたところもあるとは思いますけれどもあの一方ではそのオンラインの可能性をとても大きくあの開かれたあの取り組みだなというふうにあの観察をしました はい、であのちょっとあの制作の流れについてあの簡単に、えー、と紹介をさせていただきます。あのまずですねあのこの作品の、まあ、最初、えー、とコンセプトですね、まあ、あのずっと Zoom での,あの、えー、企画会議を重ねられましてでコンセプトとしてはその日本とブラジルというもう本当に象徴的に地球の裏側に位置する、まあ、この、えー、と位置関係にある日本とブラジルが、まあ、根っこのところで でつながっているというようなことを象徴的な表現を使って自然とか精霊といったような神話の世界で表現するというそういったことを試みられましたでそれが現代社会の日本とブラジルの関係の基盤になっているっていうようなそういうコンセプトで始められましたでプラネタリウム映像後で少しお話ししますけれども えと最近でこそ、まあ、プラネタリウムの映像作品というのが少しずつあの世に出てきているようではありますけれどもあの日本では特に、まあ、往々にしてプラネタリウムというのがあの教育的なあの、えー、と場所 という、まあ、そのイメージがすごく強くてあのそこにあの限られているという中で、まあ、今までにないプラネタリウム映像作品に挑戦したいという、まああのえっと、商業的な、まあ、価値であったりとかってあの、えっと、人気っていうようなことを、まあ、度外視に、まあ、新しい挑戦をしたいというような、まあ、そういうところをあの共通認識として持たれて、まあ、スタートされたというところです。 で、えっ、ー、とですね、まあ、ああの、まずはですね、あの、橋本かん、映像の橋本監督によって、ま、あこのような、まあ、ああの、絵ンテが、まあ、ああの、えっ、ー、と、いくつか、あの、えっ、ー、と、提示をされて、ま、あそこで、あの、えっ、ー、と、大枠、大枠の、まあ、あストーリーが、まあ、ああの、決められまして、で、それで、あの、まあ、あ映像に関しては、もう本当にそのドーム空間をいかに活用するかということで、まあ、ああの、えっ、ー、と、 制作を、まあ、CG の,の加工などをさ,されていきます。これがその橋本監督ですね。はい、であの、まああのえー、作品がどんどん発展していけばしていくほど、まあ、手の込んだ、まあ、制作が、まあ、必要になってその分じんあの、えー、と人員とか予算も、まあ、膨らむという、まあ、これは本当にあの映像制作を、まあ、していたらあの、えーとまあ よくあるというか、まあ、あの通常あの起こることであのやはり、えー、と作品がこう発展して,いかしていけばしていくほど、まあ、手の込んだものになるというような、まあ、そういうあの側面がまあ見られてたくさんの方々がこうやって、まあ、CG の加工であったりとかアニメーションということにまあ取り組まれました。えー、とそしてですね、あのまあその えとこれがまあその一部なんですけれどもでそれであのまあその日本とブラジルというところではまああの最後の場面をあのえっと日系ブラジル人の,あのこの方はカミラさんというあの日系ブラジル人の方なんですけれどもあのこのえーとアーティストの方にまあクライマックスのシーンをまあ描いていただくというようなまあそういった形でまあ映像制作がなされました。 で、方、えー、や音楽の方なんですけども、まあ、これが本当にあの、えー、とオンラインを駆使して新しいあの、えー、と制作っていうのを、まあ、あのプロセスを生み出されたなというところですけれども、まあ、オンラインでの音楽のコラボレーションということであのこれは、えー、とブラジル側ですねブラジルの、まあ、アーティストの,あの方々が、まあ、演奏してそれを、まあ、録音をしてそれをこうあのライブで共有しながらあの、えー、と日本側っとて本 もうまあ、えっ、ー、と それを、まあ、あの、見て、そして、まあ、あの、さまざまに意見を出しながら。まあ、音を作っていくというような、まあ、そういうことを、まあ、あの、されたんですね。で、あの、まあ、これが、その、日本で、えっと、その状況を、まあ、あの、確認しているところですけれども。あの、まあ、これをするにあたっては、その、えっと、録画、録音しながら、同時に、まあ、共有する。で、まあ、さらに、その状況を、まあ、映像を、こう、確認しながら。それがずれることなく、あの、共有できるというような、まあ、そういう。 あのえー、と環境を、まあこうえー、とテクニカルな部分であの、えーまあ、組み合わせて、まあ、それによって、まあ、あの可能になったというふうにあのおっしゃっていましたであの、まあえー、と実はこのオンラインですることによってその当初予定していた合宿形式よりもあの、えー、とまあ、えー かえって、まあ、あの、利点があったという面に関してなんですけれども、ちょっとさっきの写真に戻りますとですね、あの、こういった、あの、えっと、ブラジルで、え、アーティストの方々が持っている楽器をすべて、まあ、あの、その場に、えっと、まあ、持ち出して、あの、演奏、音を作っていくということができたということで、これは、まあ、日本に例えば、限られた楽器を持ってくる、あるいは日本にあるブラジルの楽器を使うっていうこと以上に、えっと、その場にある楽器を これはどうかこれはどうかというふうに、まああのえーとえー、試しながらあの制作をするっていうことができたというのは、まあ、日本側のスタッフにとっても非常に興味深いあの新しいあの制作になったというふうに、まあ、おっしゃっていました。 でえーとまあ、日本側も同じようにあのこれがあのその音楽プロデューサーの小林さんですけれども、まあ、小林さんの指揮の下、まあ、小林さん自身もあの演奏されますけれどもあの音楽のまあ演奏をスタジオで行い、えー、それをまあブラジル側でシ,ョンさんシェンさんはじめあのブ,ラルブラジルのアーティストの方々もえ見ながら、えー、ここはもっとこうした方がいいんじゃないかっていうような、まあ、あのディスカッションを重ねながら、まあ、音楽を作り上げていくということがまあ えっと、なされました。で、あの、これは動画の映像なので、あの、当然ながら、この静止画では、その。あの、ダイナミックさも、あの、作品の素晴らしさも、あの、紹介は、あの、しきれないんですけれども。少しイメージを見ていただくために、あの、スクリーンショットで、あの、紹介をしたいと思います。まあ、あの、最初ですね、これは、まあ、日本とブラジルの、まあ、一出会いというのがあって、そこで、まあ。それぞれの精霊が出会い、で、そして、えー、その精霊の、まあ、宴。 というようなことが、まあ、あのこのように演出されているという、まあ、そういうあの大まかな流れで最後はあの先ほどのカミラさんがあの描いてくださったこう日本とブラジルを象徴する、まあ、あのアートであの作品が締められているという、まあ、完成作品としては12分間の,、まあ、あの映像作品です。でそれにあの 2分間の、えっと、メイキングの映像も、ま、付けられて、あの、います。で、あの、この作品、あの、えっと、12月の23日に、えっと、埼玉の、えっと、宇宙劇場のプラネタリウムで、あの、完成作品の公開が、あの、なされたんですけれども、もう本当に、あの、ドームの、あの、空間を最大限に、え、活かした。で、そして、ま、音響に、あの、音響も、ま、あの、それに、えっと、合わせた形での、ま、あの、とてもダイナミックな、あの、作品として、あの、上映がなされました。 えとあの最初からほとんどあの、えー、と言葉があの使われていないんですねで最後のところにあのこのメッセージが唯一、えー、と言葉として出てきます、えー、とポルトガル語と日本語で「えー、と空の橋でつながる世界中の人たち」えー。 多様な文化や生き方を心から歓迎しそれぞれが共鳴し合う、えー、地球の未来を共に作っていきたいと思うという、まあ、その、えー、とメッセージが、まあ、最後に、まあ、出てくるというところであの作品全体としてはその映像と音,音というのを、まあ、ドームの、えー、と臨場感の中で、えー、と楽しむでそれはその、えー、と見る者にとってはあのどのようにあの解釈してもよいというあの、まあ、そういったあの、えー、とエンターテインメントな 作品としてまし上げられました。えっ、ー、とですね。まあ、あの、これはそのえー。 上映の時に最後トークセッションのところでやはりブラジルとつないでそれで少しそういった制作のエピソードなんかが語られたところですでこの制作に関して2点特徴というか意義について私なりに述べさせていただきますとまず一つはやはり私自身も初めてだったんですけれどもプラネタリウムという というまあ空間がその芸術かつエンターテインメントな作品のまあえと可能性を持っているということに対しての気づきですねあのえと往々にして先ほど申し上げたようにこう教育的な利用に特化されるまあプラネタリウムというのがそのような形でまあ可能性を広げるっていうような意味ではとてもあの意義深いものだったんじゃないかなと思います。でもう一つは最最初から最後まででオンンラインでまあ展開されたこのあの共同制作の とということで、まあ、象徴的にその地球の反対側の日本とブラジルの時差を超え距離を超えというようなところでの,、まあ、あの作業をあのなされたんですけれどもやはりあの最初はあの、まあえっと、国際交流あるいは、えっとえーまあ、出会いの中でそのコミュニケーションのギャップなどというようなこともあの少し感じられたようですけれどもやはりあのそれぞれが思い合ってでそれでこうあの えー、もしかしたら日本に来て制作をしていた時以上に、えー、コミュニケーションを頻繁にとってでそれで最初から最後まで一緒に作り上げるというような、まあ、そういうプロセスというのはあのかえってあの達成されたんじゃないかなというふうに思います、えーとまあ、そういった意味でさまざまな新たな試みをなされたあの作品ですけれどもあの新たなあの意義というものを提示されたんじゃないかなと思います、えー、とじゃあ私の報告は以上です やみてさんありがとうございますあのー、ちょっとあのさっきのチェルフィッチとも繋がるのかなと思うんですけれどもまあ、むしろその遠隔になることであのーまあ、生まれる創造性というかあのー、そのなんか遠隔であるからこそなんかそのシステムを作るとかその遠隔を埋めるためにもなんかクリエイティビティをこう発揮するみたいなところがちょっと共通するのかなというふうに思いながら聞いておりましたありがとうございますじゃあ、あのー、高橋さんよろしくお願いします。 はい、高橋です、えーと。私がオブザーバーとして参加したのはカンパニー「デラシネラ」が2021年に昨年ですね12月に行った「トゲ」という公演です。えー、デラシネラはマイムを基盤としつつさまざまな表現を模索している演出家の小野寺修二さんのソロユニットであの常連メンバーはいるものの毎回出演者が異なります。 小野寺さんはフランスに起源を持つマイムから出発しフランスに留学経験がありますけれども2015年から1年間文化交流士としてベトナムとタイに赴き近年はアジアの出演者との共同作業に価値を見いだしてコンスタントにアジアの方との作品を発表しています。で 今回のトゲは台湾シンガポールのアーティストを出演者に招きさらに日本人ですけれどもフランスからも招いて日本のキャストと一緒に公演を行いました。 で今回のトゲは当初通常の劇場公演ではなくカート神奈川芸術劇場のアトリウムと呼ばれるあの入り口近くの誰でも入れる吹き抜けの空間での公演を予定していたんですけれども新型コロナウイルスの,あの感染症の拡大を考慮し30分のアトリウム公演と,、えー、と70分の劇場公演を1週間ほど間を空けて実施いたしました。 こちらが出演者です。えっ、ー、と、上へ向かって左が台湾のリュウ・ジュイチュウさん、その横がフランスからの梶原明子さん、下左が日本のザキヤマ・リナさん、中央がシンガポールのリー・レンシンさん、で、右がフジタ日本の藤田桃子さんです。 で、この作品は当初、えー、とデラシネラの2020年の作品、ナイフに出演していたベトナムの男性ダンサーも出演するはずだったのですが、ナイフの公演の時に新型コロナの影響で、来日はでき、公演もできたんですけれども、そこから半年間ベトナムに帰れないということがあったため、今回はちょっと難しいということで出演を見送りました。その結果、えっ、ー、と、小野寺さん以外の出演者が全員女性ということになったため、小野寺さんは出演者としては サポート的な役割に回っててて、えー、女性 5,、ね、5名のが中心の舞台ととして改めてというか再構成されたという形になりましたただこれは、まあ、それは偶然だったんですけれども小野寺さんの問題意識とつながるところがありまして小野寺さんはかねてから日本以外のアジアの女性にある種の強さを感じていてその強さというものが日本の女性には少しないかもしれないちょっと違うのではないかという 強さであっっったたためににそそれにちょっとフォーカスを置いてそういてうアジアの女性の強さを紹介したいという思いが今回作品としてほぼ女性だけの出演する作品として、えー、と結実した形になりますで、えーと。作品はジョージ・オーウェルの小説「動物農場」をモチーフにしつつ独自の世界を展開するものとなりました。えー、と私はこの オブザベーションに7月ぐらいから本格的に関わったんですけれどもその時点でこの、まあ、イメージモチーフとするものというのは決まっていましたその7月に日本側キャストだけで試しに動いてみるなどの稽古はあったんですけれども基本的には何かが決まるということはほとんどなくまたオンライン稽古なども行うかもしれないとは言ってたんですけれども結果的には行われずあの行われずに終わりましたのがプロット の共有ですあ失礼しましたリー・レンシンさんマレーシア出身ですね大変失礼しましたでえっとクレジットされていませんが出演者の藤田さんがあの小野寺さんと相談の上でプロットを書きそれを10月にあの出演者に共有しましたこのプロットというのは構成ですとかストーリーあるいはシーンの雰囲気などを記載したものであって ののよようううううなな動きがどうこうというようなものではないのでそれを読んでも実際にどういう動きになるかということは分かりません。でホテルの隔離期間中はそのプロットを各自が読みまた自身のソロに関するアイデアを考えておいてねというような宿題を出されてアーティストから小野寺さんから出されてそれをまあ考えながら時間を過ごし11月からの稽古に隔離期間が終わり次第それぞれが参加し で全員揃った状態で終わ、えー、って全員揃った状態では2週間程度の、まあ、非常に短い中で濃密な稽古を行いましたそしてアトリウム公演と劇場公演という共通する部分がありつつも異なる部分も少なくない2つの作品実質的には2つといえるような作品をまとめ上げました、まあ、こちらが稽古の時の、まあ、これは掲示なんですけれども、まあ、英語でとてもきれいに整理されて書かれていて えー、国際共同政策って通訳の方が非常に存在が大きな役割を果たすことも多いと思うんですけれどもこの現場では特に通訳は基本的には置かずにこのようにまああの日本側のスタッフアーティストとスタッフが。 えと英語と日本語でいろいろ説明を行ってで稽古中も日本語と英語とジェスチャーが飛び交いさらに蓮心ンンさんと獣医中さんは中国語話者でもあるということでこのお互いに中国語で時には補いながら進行するという形をとりましたですので私も、えー、とレポートのための出演者のインタビューは拙ない英語で行いました。 ただあの通訳の方を呼ぶ日も数回設けてそこであの分からなかったことなど疑問はちょっとまとめて聞くという日が設けられました。まあ デラシネラの作品というのは基本的にセリフがなく出演者の身体と空間全体での絶妙なバランスで構成されるためやはり全員が揃わないとの一部オンラインでっていうことはなかなか稽古として難しかったのかなと思いますただノン,バルノンバーバルな表現であることつまり言葉の障害が、えっと、あったとしても、まあ、動いてしまえば大体通じるというようなところもあって。 ありましたし、たさらに出演者のうちレンシンさん以外がすでに小野寺さんの作品に出演経験があって小野寺さんのボキャブラリーが分かっていたことさらにレンシンさんも非常にキャリアのある振り付け家ダンサーであり状況の理解が早かったことなどからタイトなスケジュールであっても充実した傾向が行うことができたとだと思います。 このように一つのゴムを使ってあのみんなで動いてみるっていうようなものがあるのでなかなかこれはリモートでは難しいかなと思います。で、えー、とこちらがごめんなさい、えー、とちょっと先に進んでしまいましたけれども、えー、と先ほども申し上げたとおりプロットの共有というのが非常にこの稽古をスムースにする上であの役割を果たしていまして。 なかなかダンスとかパフォーマンスにおいてプロットを作るということは必ずしも一般的ではないと思うんですけれども今回はでテナシネラは一応作ってはいたんですけれども普段は稽古を始めてからなんとなくまとめていくのをあの稽古が始まる前にまとめることで共有して非常にみんなの理解やその後の作業をスムースにすることができていましたでこちらがアトリウム公演の写真です、えっと、劇場公演と同じようなそちらからか 失礼しましまたそちらから抜粋した動きやシーンを使いつつもこの後ろに見えるのがビニール袋なんですけれども大きなビニール袋を使ってこちらは劇場公演には登場しませんこういったものを使ってで今ここにあの手前に小野寺さんがモニターを持っていてその奥でカメラを持っている。 人と映されている人っていうのがいますけれどもこの2人がこのビニール袋の中に入って、えー、とそこでパフォーマンスをしている要するにビニールの袋の中なので何だかとても幻想的な雰囲気なんですけれどもその様子を私たちは外から見つつ小野寺さんが持っているようなモニターからその中の様子も見えるっていうような形の趣向が取られていましたこれは本当にアトリウム公園ならではの趣向です。 まあこれががが中に人が入ってていいいるるのななんととく見ていただけるかと思いますで、えーと。ですから非常に劇場公演とはまた違った雰囲気もある作品なのですがこれだけでも十分楽しめますしこれを見た後劇場公演を見ると共通する動きも入っていたりとしますしイメージがよりこう重層的に広がるような仕掛けになっていて観客としては2度楽しめるようなところがあったかと思います。 こちらが、あと、えっ、ー、と、本公演の様子です。あ、失礼しました。本公演の様子です。えっ、ー、と、モチーフに用いた動物農場は、動物たちが人間に反旗を翻して独立を宣言し、自分たちの共同を作る。しかし、そこから内紛や知識不足、力不足によって、えっ、ー、と、最終的には共同体が瓦解していくという物語のなのですが、 このトゲにおいては詳細はぼかされ顔の見えない何者かに管理支配されているとおぼしき女性たちがその管理支配から離れて生きようと戦う物語となっていてラストも原作より何か希望を感じさせるようなものとなっていました。 パンデミックでの閉塞状況ですとか、あるいはまあ全体主義に流れがちな世の中など、そういったものを、あの非常に現代的なものを連想させることもでき、普遍的であり、かつ今ならではの表現というものが立ち上がっていたと思います。本作はデラシネラが10年、20年といった長期的視野で構想するザ・グローバル・シアター・プロジェクトの1作目にあたります。 これは日本にありながら常に国際的に門戸を開き,を開き作品単位というよりも向上的にグローバルな活動を目指すものだそうなので今後の展開がえっと期待されています以上です高橋さんありがとうございましたあのそうですねプロットの共有というところがかなりちょっと気になったというかあの先ほどちょっと話し合いましたけどまあ傾向 をする中でこう作られていくのが普通だけれども、稽古前にこうプロットをこう作ることでこう共有していくっていうものが、やっぱりそのクリエーションによって、の言葉ですよね、葉でこでなんていうか、リモートの状態をこう埋めていくようなものなのかなというふうにもちょっと思ったんですけれども、そういったところとかもあ、あ何か今あればま、またディスカッションの時とかでもはいお話を伺えればと思っております。ありがとうございました はい、では、続いて、あの、はい、ちょっとフランスから参加されている堀切さんに、あの、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、私が担当させていただいた、演目は、えー、静岡の、え、スパック。と、フランスのジュネービレ劇場の、国際共同制作の桜の、その、です。 で「桜の園はあの」はご存知のようにチェーホフの四大戯曲の一つでして一番最後のチェーホフが亡くなる直前に上演をされた戯曲です。でこの戯曲が上演された書かれたのは1903年そして4年ということで、まあ、この作品の演出家のダニエル・ジャンヌズ・トさんは非常にこの今の世界と の親近性というか、近さのようなものを演出をするということを心がけていたそうです。じゃあスライドの方をお願いいたします、はい、こちらがダニエル・ジャンヌストさんで、今回、桜の園の演出を担当された方です。 えっと、2017年からフランスのパリ郊外のジュニビリエ劇場という国立の劇場演劇センターなんですけどもそこのディレクターを務めていらっしゃいます。でその前任のディレクターを務めていたのが前回、先週ですね、18日登壇された えー、中でも話が出ましたけどもパスカル・ランベールさんという、えー、個人的に平田オリザさんと、まあ、長年、えー、共同されてきたフランスの劇作家演出家の方で日本でも何度か、えー、上演がありますけどもパスカル・ランベールさんが平田オリザさんとの関係を築く中で、えーまあ、一種、まあ、パリ文化圏というのか、えー、パリの中で日本の演劇の受け入れ先の一つに。 なってきたという経緯で、えー、このダニエル・ジャンドソンさんは SPAC の芸術監督の宮城さんとの関係を築いてきたということで今回は2つの公共劇場の国際共同政策という特徴がこの8演目の中では非常に、えー、まあ 独特なポイントかなと思っておりますじゃあ次のスライドお願いいたします、えー、上演はですね静岡の静岡芸術劇場で昨年の12月 すいません11月に行われましたで稽古は2期に分かれておりまして主に8月そして10月、まあ、9月はちょっと中休みということで2期に分かれて進められましたこれはあの今回ラネフスカヤ役をされた鈴木さんが左ですね右の方がフランスからの来日で ワーニア役をされたソレーヌアルベルさんですので今回の,あの共同政策の特徴としましては日普通双方の側から俳優及びスタッフが参加しているという点で、えっとまあ、今日も話に出てきたのはリモートでコロナ禍のリモートでという話がずっと出てきているんですけれどもこの SPAC とジュヌビーの共同政策に関して言いますとフランスの俳優スタッフが 日本に来日をして、そして静岡で制作、えーまあ、をして、上演まで行うという点が、き、えーまあ、今日の中では非常に、えー、変わっているポイント、ね、かなと思います。えっと、前回18日でいうと、戸賀村の話が出ましたけれども、非常に、えー、創作の環境としてはそちらに、えー、類似しているケースかなと思います、えー、じゃあ次のスライドをお願いします。 これはもう劇場入りをして稽古をつけている場面ですけれども静岡芸術劇場行かれた方は分かると思いますが、まあ、こういった客席2階席3階席まであるタイプの割と中型の劇場です。のの本拠地一つでもありますで、まあ、次のページに送ってください。 これが本番のシーンなんですけれども8月の段階では俳優のセリフを入れていくという作業から始まって10月の劇場入りの後は音楽そして舞台美術ですねあとは衣装を徐々に肉付けをしていって、まあ、こういった完成形が11月にできてきたということです。これはあの冒頭の 場面でして、非常に暗い場面にこのろうそくの明かりを持って舞台が始まる。で、桜の園という作品はですね、えーまあ、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、えーまあ、ロシアが舞台で、1861年の濃度解放令という、えーまあ、奴隷解放の後の時代を描いている作品です。 えー、当時はですね、えーまあ、貴族が奴隷を所有していて働かなくても暮らしていけたわけですけども、えー、奴隷解放になって貴族が今までの暮らしでは立ち行かなくなっていく、まあ、そういった没落貴族の悲哀を描いた作品です。でえーまあ、ちょうど今あの昨日、まあ、悲しいことにとに お言いますか、えー、ウクライナで戦争が始まってしまいましたけれどもおまさにですね奴隷、えー、解放令というのはその直前にクリミア戦争1859年ですか、えー、ロシアが敗北をしたあという文脈の中で、えー、もう待ったなしということで国内の改革に舵を切ったというものの一つで、ね、そこからその 後の50年革命までのロシア史というのが紡がれていくことを考えると非常に、まあ、古典のテキストではあるんですけれども現代性というものが非常に詰まっているテキストだなというのをこの準備をしている過程で改めて痛感をいたしました。では次の場面をお願いします え全体から見るとこういう形でですね、えー、非常にシンプルな舞台装置です。えー、小道具としてはあの簡単な椅子とかあとはこの後あと舞台上に幕のようなものが置かれるんですけれどもあとは舞台奥に照らし出されている映像作品ですね、えー、非常にミニマルでかつコンセプチュアルな作品になっておりますでは次お願いします。 えっと、こういった形でフランス人と日本人の俳優それぞれ、えー、もちろん、えー、日本人の俳優は日本語でフランス人の俳優はフランス語で、えー、話すわけですけれども、えーまあ、このあと公演の後と見られた方の感想なんかをお聞きしているとですね非常に、えー、2つの言語でやっているのがわからないぐらい、えー、自然だということを言われている方が 多かったたのが印象的でしたそれはもう結構の初期の段階からこのセリフをお互いにインストールをしていってですね最終的にはあのお互いの言語は分からないんだけれどもそれでも分かり合えるという非常に不思議な演劇的な状況を演出家のダニエル・ジャンヌトさんは作り上げたというのが非常に特色の一つだと思います。 えー、とまあ唯一の例外というのがこの左のフランス人の役者さんなんですけども役者さんというか実はですね俳優じゃないんですね左の方はオレリアンさんという今回俳優として舞台に立たれた方なんですけれどももともとは 翻訳をされている方です2020年に「ストップひばりくん」というあの少年ジャンプの往年のね作品の翻訳で翻訳の賞を受賞された方でもあるんですけども彼が2018年にフランスでジャポニスムという国際交流の大きなイベントがあったときに岩井英さん われわのもろもろの通訳と翻訳をされたという縁があって今回こうして俳優として舞台に立たれるということがありましたなので非常にそういう面もキャスティングの面でもこの国際交流はフランスとの関係で言えばジャポニスムとのつながりも非常に感じられるということもあります、はい、じゃあ次お願いいたします えー、これはあのー、もう舞台の後半ですけれども、まあ、非常に2時間半の作品ですけれども、えーまあ、チェホフ,フの作品というのはあのー、セリフが多いので。 えー、あと間とかも多いですから、まあ、笑いを取ろうと思えば笑いが取れるんですけれどもこの作品は2時間半比較的重苦しい雰囲気が漂いながらもちろんセリフのチェーホフらしい軽快さというのはあるんですけれども、えー、客席がどよめいたりということはなくてですね、えー、この非常になんていうかプレッシャーを受けている登場人物たちそれぞれの群像が、えー ある種、抽象的な空間の中で淡々と演じられていく、しかし、フランス語と日本語が交互に出てくるという点が、えーまあ、非常に独特だなと思いました。じゃあ次、お願いいたします。えー、とスパックはですね、えーと、今回の作品に限らずですね、こうしてアフタートーク等々広報あるいは舞台の ア,ンアフターケアというか、えー、フォローアップのような事業もたくさん、えー、行われております。でこれは徳永京子さんという演劇ライター評論家の方が登壇された会ですけれども先ほど名前上がった岩井秀人さんも別の会で登場しております。でこの様子はですね抜粋ではあるんですけどもスパックのホームページ上でどんな やり,取りがあったかというのがアーカイブされていいるう、えー、点ではあの、公共劇場の、まあ、一つの継続的な試みの一つとして、えーまあ、今回の作品の独自性みたいなものが、えー、一般の方にアクセス可能な状態で、えー、置かれているという点が、えー、非常に評価できるかなと思います。じゃあ次、お願いします。次が最後のスライドになりますけども、 これも公共事業の一つとして中高生の鑑賞事業というのを SPAC はやられています。年間で3万5000人の中高生が劇場に無料で招待をされるということなんですけれども今回の桜のその2000人の中高生が鑑賞したということで非常にコロナ禍の希少かつ困難な状況での作品を こうして中高生が干渉する機会を得たというのは非常にこれもまあ、日本全国見渡してもなかなか類例を見ない例かなと思って。 おりますもちろんあのこういう鑑賞授業というのはすぐに何か芽が出るというタイプのものではありませんけどももしかしたらこの中からえ舞台芸術を志すあるいはえそういう方面で勉強してみたいという、えー、方が出てくるかもしれませんしそういうものは数値化はできませんけれども非常に大きな意味を持っているのではないかなと思っております。はいえーまあ、以上がスライドなんですけれども、まあ、あの少しばかりフォローさせて ていただくとですね。えっと、今回のそのスパックとジュニュビリエーへのまあ、共同政策では非常にこう。日仏の平等性というか、えー、両方の側からスタッフを出す、えー、という点が今までのえー、交流事業とは違っていたということですね。もう一つはあのー、リモートではなく、実地で、えー、かつ従前の対策を取りながら。 一人の感染者も出さずに全日程を消化したという点では非常にその劇場のスタッフのエキップというか取り組みの素晴らしさを証明するものにもなったと思いますし同時にあのこんなこの困難な状況でどういうふうに制度的にあるいはその環境的に作品を作ることを可能にしていくかという モデルケースを作ったという意味でも非常に重要なケースになったのではないかなと思っております。まあこのあたりの話は多分えっ、ー、と後々他の皆さんとの会話でも深めていければなと思っております。それではこちらからは以上になります。はい、堀切さんありがとうございました。 えとここからはあの、まあ、ディスカッションという形であの皆さんとこう、まあ、ディスカッションしていきたいんですけれどもちょっとあの堀切さんに最初にちょっと質問というか <laughs> あの今の,の SPAC での講演のスライドあの えー、役者の方も皆さんあのマスクをつけてあの演技をされていたと思うんですけれどもこれは今回の作品の演出なんでしょうかそれともこうスパックのある種のこう基準なのかちょっとその辺りをお伺いできればと思いいますはいえー、とこれはあの今回僕も実は驚いたんですけれども、えー、スパックの演目では、えー、もうこれはあの当たり前のことになっている、えー、そうです。えーコロナ が出てきた当初からマスクを舞台上でも役者さんがするというのは一つのガイドラインになっていて特に今回の中高生鑑賞授業という性格もあってやっぱり1回感染者が出てしまったりするとその 何百人何千人の子どもたちの鑑賞の機会を奪うというリスクにもなりかねないのでそこは非常に徹底した対策を取ったということを政策の方から伺いましたただですねこれはあの東京でもあんまりそういう絵文句はないと思いますしフランスではまず、えー、ありえないというか見たことがない例なので、えー、フランス人のスタッフさん俳優さんからは最初はの戸惑いがあったと。えー、ただその ちゃんと話し合いをしていく中で理解をして受け入れてもらって、えー、ああいうような形になったということだそうです。ありがとうございます。あのー、割とこうまあ作品そのものに直接内容に関わる。 ることとでではなないいのかももししれれすけれども割とこう演劇にしろ例えば映画とかドラマにしろその、まあ、コロナっていう状況がなかったという設定でこう何なんうか物語を作られていくものというのもかなりある中で、まあ、ある意味ああいうふうにそのこう舞台の上にいる人もそのマスクをつけてるっていうのが、まあ、少しこうなんうか時代性を還元させる要素でもあるなとも思いますしあの今回そ,のそれぞれ皆さんがあの紹介してくださった作品もやはりその。 まあリモートとかそのえー遠隔でのこう共同制作ということもそうですがわりとこう作品とこうなんかこのそのコロナを経た時代みたいなものともこうちょっとドラマ的な部分でもドラマツォロギー的な部分でも繋がってくるなというところも感じられるところがありまあそういったところもちょっとお話をしていければと思うんですけれども。 まあ、あのディスカッション、さっきちょっとあのお伝えしたように、最初の,その1つ目の,そのまあテーマのきっかけとして、まあ、コロナとこう国際共同政策というところから、お話をあの交わしていければなというふうに思っていますでもちろん、そこからまた別のところに発展していってもいいんですけれども。 あの先ほどちょっとその質問的に投げかけてしまって途中で終わってしまったのがこう高橋さんへの質問だったかなと思っていてそのプロットの共有という話があってえっとそのプロットの共有に関してこうちょっと高橋さんの中でのこう発見というかあるいはもうちょっとこう考えたこととか少ししお話を伺えると嬉しいですあ、はいえっと、プロットっていうのはあの、ま、全く作らないカンパニーもあると思うんですよねダンスやパフォーマンスでも。で先ほども申し上げたように、えっと、デララシネラでは、まあ、一応作っては たようなんですけれども早く作ったとたとだそれがまあ時間がない結局結果的にはもちろんそれによって非常にスムーズに進んだっていうのもあるんですけれども時間的なことがなくても今後これでやってみようかなっていうふうに小野寺さんが言っていてでなおかつまあ その場合には藤田さんのクレジットをもっとしっかりするとかっていうことも話に出ていてやっぱりですからあの偶発的に生まれたことですけれどもそれを通してアーティストの作風だとか創作の仕方自体も変わるっていうことがあるんだなっていうのをあの目撃しましまたなんかもうちょっと具体的にこう,なんてい,う,かこういう利点というか直接こうクリエーションにこう影響を与えるような部分とかっていうのはあったりされたんでしょうか具体的に、えー、とですね まあ最初は全く何もない状態でプロットも何もないところからこの現場はどうなるんだろうなっていうふうにダンサーは演出を受ける側振り付けを受ける側っていうのは参加することが多いと思うんですけれどもこの場合には世界観がある程度イメージできていてですからもちろん実際に動いてみて違うとかやめるとかっていうことはあると思うんですけれどもだいたいこういうここは悲しい雰囲気でとかここはちょっとこういうふうな モードなんだろう、こういうことをするんだろうそして次の場面はこうなるんだろうっていうことを想定して参加者も動ききを試すとということができたと思いますじゃあ割とこうそうですねもちろんそうしない方が時間がたくさんある場合にはそうしない方がいろんなところに行ける可能性もありますしそこはまあ現場にもよるしその人たちにもよるとは思いますけれども非常にそこがスムースにできていた同じ方向を向きやすかったっていうのはあると思います。 ございます。あの南出さんいかがでしょうか。あのちょっとその僕が担当したチェルピッチとも似たようなそのスタジオの作り方というか、こうリモートシステムを構築から始まるみたいなところがあったと思うんですけれども、そのあたりもう少しあのお伺いしたいです。ありがとうございます。えっとまああのシステム的なテクニカルな面においてはあのやはりそのえっとリモート の環境中でどれだけ共同で音楽のレコーディングだったりとか映像との組み合わせだったりとかをできるかっていうのを技術的にすごく様々な新たな試みをされてそれが可能なシステムを見つけ出してっていうようなこともなされてそれが結果的にすごく発展 性をまもたらしたっていうようなところは、あのあるんじゃないかなというふうにま思います。で、あの、それと同時にですね。まあ,あの、やはり共同政策国際共同政策って言った時に、そのまあ、特に。このあの cs アライアンさんのあのプロジェクトはあの本当に初めて仕事をする人たち。 との,あの、今までに全くその会ったことのない人たちとの,あの共同制作だったんですね。で、あのその時にその直接会わずに、えー、とど,うどうやってその、えーとまあ、ブラジルにあのいらっしゃるアーティストの方々と日本のアーティストの方々がこう関係を築くかっていうところ、まあ、そこのところはあ,の、えーとまあ、あ,のある面ではそれは何て言うのかなこうあの オンラインであっても、あるいはあの直接の関係であっても、その人が人と関係を結ぶときに、あの、まあ、例えばそうですね、あの、遠距離恋愛。 で長くこう関係をあの、えー、と築くっていった時に、まあ、その限られた電話であったりとかあるいは、まあ、テレビ電話であったりというような、まあ、そういう関係の中でこう長く関係を、まあ、あのゆっくり構築していくっていうものというとことと,、えー、と直接会った時にその,あの,その、えー、と画面に収まりきらないあるいはそのえっ、ー、と コネクションの中に収まりきらない。様々なその気づきっていうのが多面的な気づきっていうのがありますよね。まあ,あの、その関係だなというふうに思うんですね。で、あの直接あのもしえっと録音のために、あのその演奏のために来られていたら、それはおそらく、あのとても凝縮された時間の中で、多面的に相手を知ることができた。機会だと思うんです。けれどもまあ、それができない中で、むしろその限られた時間限られた。あの画面の。の の関係ではあるけれども長い関係でまあ関係を築くっていうことがまあ、なされたというところであのえっとメンバーの方が最後にあの、まあそのまそ最後の上映の時にあのお互いに是非会いたいとかまあ,あのお互いにすごく好きになったっていうふうにおっしゃっていたのはやはりそういう,こう決してどちらがいいというわけではないけれども長い関係の中であの関係を築いてあの来られたでそれは一つの,あのこのオンラインでの関係の,あの国際関係の,あの構築 そのあり方として1、えー、つの気づきがあったんじゃないかなというふうに思いましたあの YouTube のなんかチャット欄にもですね、あの多分、ですね、メキシコから見ているというようなあのコメントがありましておそらくあのこのプロジェクトの方が <laughs> ああメキシコとあ,ります、ね、あれもあって、まあ、あのじゃないのかもしれないんですけど、まあ、でもあの、非常にう関心を持たれているんだなというような印象はやっぱりありましたね。 僕自身、僕がまあその関わったそのチェルビッチのものっていうのはあのーまあ、国際共同政策とは言いつつも今の段階ではあのー、まだ そのまあ、日本側のチェルフィッチと、まあ、あとその、まあ、ロンドンにはいらっしゃるけどもやっぱり、まあ、日本にこうで出身である、まあ、藤倉大さんとの関わりという意味でまだそのウィーンの,そのアンサンブルクランクフォーラムは関わってない段階なのでどっちかというとこう、まあ、距離が立てられてるってこととあとそのなんかジャンルを超えたこう共同性みたいなところにこうなんか国際っていう言葉が関わってくるような,なんかそういう印象が僕の中ではあってでただ。あのー、その こういうそのコロナの時代においてその国際共同政策っていうものの多分意味合いもちょっとずつ変わってきてるというかあのそれ以前であれば例えばその言語が違う文化が違う住んでいる場所が違うっていうことがあったと思うんですけれども割とこう同じこう文化ってう 経験とかをこう共有している人であってもこうセパレートしてていいるるというかリモート状態になっているでその中でまあどういうふうにこう距離を埋めていくかだとかあるいはこのなんか距離を生かしたものとしてなんかその新しい作品を作っていくかっていうちょっとそのモードのチェンジがあったのかなっていう気はしていてでそれはまあ多分高橋さんが先ほどおっしゃったそのプロットの共有みたいなこともあると思いますしあの堀切さんの,の SPAC でのこう共同制作のある 多分あまあ、リアルに合,合うとは言いつつも多分何かちょっとこう変わったところもあったのかなという気もしていてなんかそういうふうにこう創作時代を,を、まあ、大きく変わっているのかそれともこう水面下でくつくつとか変わっていくのかわからないですけれども何かこうあるとは思うんですね。ある意味で今回の座組の中では唯一こうリアルにこうクリエーションできたとは思うんですけれども、まあ、その中でのなんかこう微妙な違いだとか。 あるいはね利点、あるいはもうちょっとデメリットみたいなところとかもしもあればお伺いしたいです。はい、えっ、ー、ともちろんリモートの利点もありますし、まあ実際このスパックの隔離期間は何もその全員じゃできないのでリモートズームを通じて本の読み合わせなんかをするところから始まっています。で、まああのスパックの山の中。 山の中というか非常に自然に囲まれた環境でのクリエーションだったので、まあ、コロナのことはそこまで考えなくてもいい環境だったにせよですねやはりあのガイドラインはしっかり持っておくという。 のがあった前提があったため、えー、今までであれば例えば俳優さん日曜日の俳優さんが一緒にご飯を食べるそこで会話を交わすとかっていうことがあったわけですけどもそういったことがやっぱり難しかった、えー、というのは俳優さんから、えー、インタビューで聞かれました。でもちろん今まででで通りの稽古ができたわけではない部分これ まあ今後いろんなケースを聞いていく中で見えてくるものがある話だと思うので今回のケースだけをもって一般化はできないんですけれどもひょっとするとこういった制限がある中で俳優同士の精神的なケアだとかですね例えば隔離期間フランスからやってきて1週間お弁当だけをしかも揚げ物ばかりのお弁当をずっと食べ続けると。 いうのはやはやりあのなかなか厳しいものがあったり、ね、個人差もあるでしょうけども、えー、そういった部分のケアだとか、えーまあ、俳優同士のコミュニケーションだとかそういった部分というのはやっぱりあの何かしら補う道あるいは新しくシステムを作っていくということを考えなきゃいけないのかなというのを今回の業務で、えー、感じたことの1つとして挙げられると思います。そうですねあの そのケアっていうポイントは確かにあの重要だけれどもなんかこれまであまり気づかなかった点というかあのやっぱりその舞台芸術に限らずですけれどもある意味こう観客とかその作品が届けられる対象があってそこへのある種のまあサービスというかまあ何かあの表現ですけどもそれをこう どう届けるかのところで多分そのコロナとリモートのこととかが議論されてきたと思うんですけどもその中でこうある種こうこう摩擦のようにこうちょっと生じているストレスだとかその俳優やスタッフにかかるこうなんかストレスみたいなところとかをどう,こう和らげていくかあるいはどういうふうにこう関わっていくかみたいなことっていうのはやっぱりちょっと重要なポイントなのかなというふうな気がするんですけれども。 あのまあケアに限らず、皆さん、何かもしも今の議論であれば。はい なんかあのケアももちろんそうですしどこまでをを前提として捜索を考えるデラシネダの場合は結果的には、まあ、2週間リアルであって作れてしまったし実際にもあのアトリウムの方はマスクをしましたけれども劇場公演は外して、まあ、あの見日けだけで言えばコロナ前と同じような形で捜索ができた部分もあるんですけれどもいつ何が あのウイルスがどうなるかがわからないっていった時に初めからそれを想定した作品にするとかっていうことも考えられるわけで、あのー、そうなったらもうリモートでもどういうふうに作るのかっていうことをあらかじめ作品を見越して考えるでしょうしそうなったら例えば隔離期間中のホテルのスペースも動けるような広さに確保するとか何かいろんなことをどこまで考えて。 作品として決めていくかっていうことが変わってくる場合もあるだろうなと思います皆さん、いかがでしょうか例えばまあプラネタリウムっていうのもまあ最終的なアウトプットは映像ですけども多分そこのクリエーションではかなり生身の部分もあるだろうと思うのでその辺りとかいかがですかね。 できた作品をどのようにまあ共有するかっていうそれはあのえとこれからのところもあ,のあるんですけれどもまああの12月23日にああの発表があった時はあの幸いにあのコロナが日本で少しあのえと感染者数が下がっていてでそれであの落ち着いていたのでまああのえと開催することができたというところだったんですけれどもあのまあこれはコロナの関係では はなくてあのテクニカルな問題としてあのこの作品をじゃあブラジルでどのようにあの上映するかっていうようなあのところで、まあ、あのそのプラネタリウムのその施設自体の、まあ、限界というようなことがあ,の、えー、とあるようで。 どういうふうにしてあの、えー、とブラジルで、まあ、あの上映するかっていうようなことを、まあ、VR なんかも使ってというようなことであの考えられておられるというような、まあ、あのところがありますね、まあ、あの作品が、まあ、これからおそらくいろいろな意味でこう波及していくことでさら、えーまあ、にこうあの可能性が広がるっていうところはあるんじゃないかなと思うんですけれどもあの、まあ、一つちょっと話がもしかしたらずれるかもしれませんけれどもそのえっ、ー 国際、えー、共同政策というところで、まあ、日本とブラジルっていう関係を、まあ、あの考えた時に、えっとまあ、今回実はこの。えっと 制作をされる中でそのブラジル側の,あのシェーンさんというのがあの日本語が堪能な方だったんですね。でそれであの通訳を介さず、まあ、あのほぼ日本語で、まあ、そのシェーンさんがブラジル側のアーティストの方々の通訳は、まあ、されてでそれであの日本語でまあ,あのえっと なされるという、あの作業がなされるという、まあ、そういう。あのところがあって、あの、まあ、あるいは、その、えっ、ー、と、日系ブラジル人の、まあ、アーティストの方が、まあ。あの、貢献されたりとかっていうことを、こう見ていると、まあ、それこそプロセスオ,オブザーバーの立場からすると。やはり、その日本とブラジルの関係において、あの非対称な関係があるなというふうにも。どこか思ったんですね。あの、このプロジェクト、もちろん、これが、あの、国際交流基金の事業であるというようなところで、まあ、日本が中心。 にあのなって進められるでさらにあの日本に関心のあるあのブラジル人の方々あるいは日系ブラジル人の方々がこう関わってあのえと来られたというようなところであのブラジルにおけるその日本文化に対しての理解というのがかなりあるというようなまあそういうあの背景があったんですけれどもあのえとまあ日系ブラジル人の方々少なからず日本にも住んでいらっしゃってでそれであのじゃあ日本におけるブラジルに対しての そういう理解というのがどれだけあるかっていうことを考えるとやはりあの 非対称なな関係があるなという,ふうにあの日系ブラジル人の方々を通して、えー、と私たちがブラジルの文化社会っていうのがもっと日本で知られていてもおかしくないはずだろうというふうにあのまあそういうことも気づかされたところがありますね。であの、えー、と共同政策がやはりあの、まあ、私自身がちょっと文化人類学者なものであのやはりそういうこう社会の関係っていうようなところにあの関心があるということもあるんですけれどもあの、えー、とこういった共同経 制作,制作をきっかけにやはりこうあの、えー、とお互いに関心を持つでこのプラネタリウム作品というのはそういう意味ではこうあのとてもエンターテインメント性のあるあのきっかけ作りっていうようなあのそういったあの価値があるんじゃないかなと思ってあの国際交流っていうのがこ,うこの作品制作を あのきっかけにこう進むような、なんかそういう仕掛けが。あの今後のこの、あの作品の活用っていうようなところで。見られたら、あのいいんじゃないかなというふうにも思いました。はい、ちょっとすみません、話がずれましたが。あの、ね、これは多分そのもう一つの課題である、そのプロセスオブ。オブザーバーとは何かみたいなところにも、おそらく関わってくるところなので、少しこう混ぜながら。話を進めていこうかと思うんですけれども、あのまあ。 さっっっきおっしゃってたように南出さんは文化人類学者なんですよねであのいわゆる演劇とか舞台芸術っていうものとはちょっと違うフィールドにいらっしゃる方で、まあ、そういう方をこう、まあ、国際交流機の側で指名したっていうのも非常にちょっとユニークだとも思うんですけれども。 あの南田さん自身はいかがでしたかそ,のそういう立場でこう作品に関わっていくで、まあ、さっきもおっしゃっていたようにそのある種の非対称性みたいなものもあのその見地から見えてきたことだと思うんですがちょっとその辺りをもう少し伺えていければとあのます。 私人類学の中で少し民族史映画的な映画を学術映像ではありますけれども作っているというそういう関わりの中で声をかけていただいたみたいなところがあってそれで全く専門のフィールドはブラジルでもなくというところでもやはりかなり素人な部分があってどこまで私がその オブザーバーとして踏み込めるだろうかというのは最初から若干の不安がありながらではあったんですけれども映像制作のプロセスっていうところにおいてはもちろん技術的なことはプラネタリウム映像というのと私が本当に一人で学術的に作るシンプルな映像というのでは違う技術的な違いはあるとはいえやはり制作をする映像を作るというプロセスに関しては えとまあ、ある程度こう終えるのかなというところで、まあ、今回あのさせてもらいました。で、えー、とそうですねあのやはりそういったこう国際共同政策っていうのは、まあ、おそらくそれはあの、えー、と一緒に何かを作るという過程はあの舞台であっても映像であってもあるいはあの、えー、と人類学者としてあの研究をするにあたってもやはりその、えー、ともう研究とう 対象と私という関係ではなくやはりその社会をそのあの、まあ、いわゆるこう研究の対象としてあの、まあ、受け入れてもらっている、まあ、その人たちと私との関係のもとでどう一緒にこう組み上げていくか。でそれがこう主体、 だったり客体だったり主観だったり客観だったりっていうようなことがこう織り交ぜられるっていうようなまあそういうあの研究もやはりあのそういうふうにこう構築され制作されていくものなんじゃないかなというふうにもあの思いますあのそういう意味ではやはりあのとても近いものがあ,のあるんじゃないかなというふうにあの思いながらあの興味深く見させてあのもらったというところですかねはい。あのまあ えっと僕自身はあの自分の肩書きをこう美術ライターというふうに名乗っていてまあそれは,あのは主にその現代アート現代美術の方からあので仕事をしていてでここ数年はそのパフォーミングアーツとか演劇のことも書くようになったというところあるんですけれどもでもやっぱりその自分の専門性みたいなところが演劇とか舞台にあるという感じはあまり そういう意味ではやっぱりこう外側から見てるという意識が自分の中にもあるんですね。で、あのー、今回その僕チェルフィッチュに関しては、まあ、その7月と11月の、えー、計3週間ほんでかなりあの密着するような形で参加して、まあ、ある意味こう産業観察というか。 あのそう作品が作られている過程の中でこうどのような生態があってどのようなこうある種のこう力関係というか、まあ、それ別に強弱という話ではなく例えば俳優の存在感とか演出家の役割とかなんかそういうところをこう知れればいいなと思ってこう関わっていたんですけれども。 あのその意味では結構前半戦の,、うん、あのプロセスオブザーブというかオブザーベーションに関してはその岡田さんと俳優の間でどういうことが起きてるのかっていうところが関心の中心にあったんですよ。うん、あのその意味で あの藤倉さんやその藤倉さんの支えてバックアップしているこうサウンドエンジニアの方だとかっていうものは割とこうちょっと隅に置いて理解してるところがあったでなんですけれども後半その11月の,その劇場入りしてからになってくるとその音楽の役割っていうのはものすごく重要というかあの自分にとってあの演劇以上に知らないその西洋演楽音楽の世界それは例えばあのこう譜面っていうものが非常に重要であって でかつそれをあの練習するにしてもそれ例えば録音するにしても本当に段取りをこう緻密にしていってようやく譜面を作るとでそこに至るまではものすごく大変な作業なんだけれどもある意味こう建築家のようにあの藤倉さんがこう振る舞っていくようなところがあるんですがでもひとたびその譜面が出来上がるとそれを使うことでまあ世界中どこに行っても ほぼほぼ同じようなあの再現をすることが、まあ、つまり再現芸術としての中西洋音楽というかクラシックみたいなものがあるんだなということを本当に今更ながらに気づいて発見があったりだとかあのだから結構今回の,あの関わる中でその自分のプロセスオブザーバーとしての、まあ、専門性っていうものがもともとあるとはあまり思ってないんですけれどもそれがいっぺんちょっと引き剥がされてもう一度なんか本当初学者として勉強し直すみたいなものもあったのであの非常に 自分としてはいい経験だっったなといいう,うには思ってはいるんです、ね、だからまあその実際に書かれてる報告書がどこまでこう深いところに潜れていけてるのかというところはまだまだあの未知数というところはあるんですけれどもなんかそのような印象もあってあの皆さんい,いかがでしょうかあのもちろん南さん続けていただいてもいいですし他の二人からとかも何かそのプロセスオブザーバーについてちょっとお話を伺えれば嬉しいです。 ついいですすかません音楽今音楽っていうふうに言われたところで私もすごく面白いなと思って見させていただいたことが即興的にそこで音楽が作られていくっていうことなんですよね。でそれで私は基本的にはインタビューをさせてもらって報告書を書いたんですけれどもそのえっと 一応の、こう、ま、楽譜的、ものを、こう、書かれ、 なんだけれどもでもこう一緒にあのそれこそオンラインでこうあの演奏していく中でもっとこうした方がいいんじゃないかこういう音を入れたらいいんじゃないかっていう形でこう即興的に音楽が作り上げられていったっていう話を聞いてあのあそれもオンラインで可能なのかっていうふうに思わされたっていうこととやはりそれがその,その場の唯一無二のものになるんですよね。も、ま、も、あ、もちろんんそれれれれが録音ささるることとによってて再生可能なものとして作品化されるんですけれども そこでそれはすごく舞台にも通じるものがあるんだろうなというふうにその時に演じられるその時に生み出されるものっていうのが同じものがもう一度生み出されるのではなくて次にはまた新しいものになるっていうようなんかそういう創作性っていうようなこともオンラインでなされたっていうのはすごく面白いなというふうに思いました。 他のお二人いかがですか。あどうぞ。<laughs> はい大丈夫大丈夫。あのもう全然ディスカッションなのではい。はいまあ私の場合は先ほどから申し上げている通りあのリモートっていうのはなかったんですけれどもまあオブザーバーっていう話ですけれどもまあその要するに作り手ではないけれどもその場に立ち会ってレポートすると。だけれどもでできるだけまあ。 関係ないというかある程度の距離を持って冷静に第三者として客観的に見るっていうのをこうよしとして参加するわけですけれども。 普通の、まあ、私は普段あのライターとして演劇とかいろんな舞台を取材したりしてますけれども普通のインタビューもそうですけれども,もう話を聞くっていう時点で要するに話をしながら、えー、と作り手か考えをまとめていく瞬間に立ち会うっていうこともありますしあるいはその場にいるだけでもいないのとはちょっと 演出家家のののあるいは振付家の方の態度が違うとかよりこう張り切ってと言ったらちょっとあれですけれどもちょっと違うなっていうこともあるので全く存在を無にすることはできないわけですよねなのであの距離を保ちつつも何となくそこに関わっているというで多少,な多少は何かその現場にも影響を与えているっていうところが、まあ、面白いところでもあり。 立ち位置が難ししいいとところでもあるなと今回思いましたオブザーバーについてっていうことですけどなんかあのちょうどあのまあこれ最後の時間に質問コーナーみたいなのも設けようと思ってたんですけどもあのチャット欄にすでに質問がいくつか来ているのでちょっと今の話と少し関連するのかなというところもあるので拾っていくとですねあのまあちょっと読み上げますがこう第三者のオブザーバーとして稽古に立ち会う時に気まずかったりしませんでしたでしょうか 趣味の稽古でも知らない方がいらっしゃると恥ずかしかったりするので専門の方々はどうだったか現場の雰囲気を知りたいですであともう一個これはあの堀切さんへのものなのでちょっと関係するかもしれないですがフランスから参加の堀切さんは実際の制作現場には立ち会いましたか オンラインで参加された場合、距離を感じたことはありましたか？っていうのもまあ、あったりします。うん、あの気まずさみたいなものはい。個人的に僕はものすごくこう。孤独感を感じたというか <laughs>、あの岡田さんとこう俳優。今回そのテレビとのその座組に参加している。俳優の方っていうのはほとんど。あの。岡田さんとかなり密に仕事をした方が非常に多くてで、あのまあ、まだあの。 上演作品では初めてだけれども、まあ、映像演劇で参加したりだとか、あの、お互いに仕事はしてたりだとかっていう方もいらっしゃるので、やっぱ俳優と演出家の非常にこうなんか共有している独特の言語みたいなものがあって、で、そこ、 を外から観察しててこう入っていけないこうなんか寂しさみたいな、まあ、逆に入っていってそのクリエーションに参加するっていうのも問題あるのであのそれはもう何て言うか埋められない距離だとは思うんですけれどもそういう気まずさを見る側としてはありましたしおそらくその作ってる側の方にも何かやっぱりちょっと気恥ずかしさみたいなものはあったんじゃないかなというふうにはあの僕個人としては思ったりしています。あの堀さささんいいかかかかがでししょううっっっきの,その参加されたたててこことととあとあのその現場にに立ち会ったことに関して コメントいただけると,、はいえー、と本来であればあの皆さんと同じようにですね現場に赴いてというのがの理想的なんでしょうけれども、えー、まあ、コロナのこともあってかつあのフランスに今在住しているということで、えー、と僕が関与した s p a r の作品に関しては、えーまあ、動画写真あるいはあの聞き取り、えー、のみで、えー、オブザーブをさせていただいたと、えー、いうことをちょっと申し最初に言うべきだったかもしれませんが、えー、申し添えておきます。なのであの気まずさがあるとすればあの現場にそこまで関与できなかったという気まずさが今あ,のありますが。 えっと、さっきの,その何をオブザーブするのかという話でちょっと僕何の言葉で付け加えさせていただきますと、えっとまあ、大きく分かるとその作品の内側の部分をオブザーブするのかあるいはその外側の部分をオブザーブするのかあるいはその両方なのかという。 こととがあると思います。これはあの僕が日頃評論とかを書かせていただいてる中でも痛感していることなんですけども基本的に例えば劇評、作品の評価をする時にはその舞台上に上にががったものが全てなんですね。えー、その外側がどういう創造環境だったかどこの劇場を使ったかいくらお金をつぎ込んだかとかっていうことはあの基本的にはあのまあ言わないというかあのそこは含めない想像、えー、環境については問わないというのがまあ 大枠とととしてあると思ううんですが今回ののようなケースだとこのオブザーブ自体もそうだし国際共同政策という枠組みもそうだし初めのコロナの状況もそうだしいろんなことが例外的かつ初めてだったりするのでシステムとしてうまくいっているのかという面もやはり同時に見えてきてしまうわけですよねなので、えっと、僕は報告書で常にその心がけていたのは作品の内側と外側の 両面をなるべく記述しようとで外側に関しては僕は文化政策の専門家でもないので、えー、本当に素人ですけれどもあの政策の人とやり取りをする中であこういう苦労があるんだとかこういうことをこういう時間のスパンでやってるんだとかという気づきがあったのでこういった部分はあの、まあ、今回の、えー、国際共同政策に限らず国内の作品に関してももっと広げていっていい動きなのかなと。 思いますあとあの個人的なことを言うとですね実はあの僕大学で哲学をやっていたんですけども、えー、演劇を趣味で見ていて、えー、その時のお世話になってた先生にお願いをして演劇のゼミをやってもらってたんですね。でその時に、まあ、初めてのことだったので、えー、何がやりたいか自分たちで決めてたんですけど実はその時に僕は稽古っていうのを除いたことがなかったので稽古のドキュメンテーションをやりたいということで、えーまあ、要するに今回のようなオルザーブを えーまあ、ずっとやってたわけじゃないですけども一度二度稽古に参加させていただいたのがたまたまなんですけどもお宮城さんの船うかの作品でしたでそこで、えー、まあたまたま帰る駅が一緒だったのでお話しさせていただいたのが今回、えーね、2日や行くをやっていた鈴木さんだったりするんで、えー、本当にご縁だなと思うんですけれどもこの評論家なんかも案外 作品の中や本当に稽古のプロセスにはあまり関与しないで作品だけをたくさん見なきゃいけないので、えー、全てにできないという時間的な都合があるかと思うんですけどももうちょっとこの評論家批評家の仕事として、えー、このプロセスをオブザーブするというのはあのー、あってもいいのかなとは、えー、思ってはおります。はい、すいませんちょっと長くなりました えっと、私自身は、まあ、気恥ずかしさとか気まずさっていうものはそんなに感じなかったんですけれども一つ今皆さんのお話を伺いながら思ったのが、えっと、今回「デラシネラ」の作品っていうのは非常にあの小野寺さんも心がけるような形で抽象化をかなりしたんですねなので元のモチーフっていうのはあったんですけれどもかなりそれを知らなくて見ても楽しめるしいろんな解釈ができるっていう形の作品になってたんです。 で例えばさっきスライドにあってご記憶かどうかわからないんですけれどもちょっと上の方に椅子を吊り上げてるみたいなのがあったんですけれどもあれは。 原作というかモチーフになっている動物農場の,あの塔を作る共同体で塔を作るっていうところから来ているんですけれどもそれは私はもう創作過程から見ているので分かってるわけですねなのでそれを本番で見る時もあ塔だなって思って見るわけなんですけれども全くそうではない見方をした方っていうのも普通の観客の中にはいて例えばその椅子を縛って持ち上げるんだけどもそれが権力を縛っている象徴だとか何かいろんな解釈ができるそういう作品であるにもかかわらず 関わらずこちらは創作の意図が分かっているがゆえに限定的な見方しかできないというかそれは一つの正解ではあるかもしれないけれどももっといろんなものが含まれている作品に対して、うんよまあ、一つの見方しかできないっていうのはなちょっと内側に入った人間の見解でもあるかなとも思いました。 知ってしまうことでこう固定化されるっていうのは別に観客に限らずあの僕らのようなその書いたりだとかあの何か調べたりする側もやっぱり一緒ではあるのであのそこは確かに非常に難しいところだなというのはあの思いました。あのその 今回の,そのチェルヴィチの岡田さんの作品はまあ今回「新作音楽劇」というま,あまだ抽象的なタイトルなんですけれども最初にその稽古の段階で配られたあのタイトルが別にあってでまあそれちょっと報告書にも触れていることなんですけれどもまあそれがあるその今回の,その作品のテーマというか。 時代性みたいいいななもももののとも非常に結びついているものなんですね。で、それをこの報告書の段階で読むっていうことがまあなんか卑怯ない言い方とするとこうネタバレになるんじゃないかみたいな気持ちもありますし逆にそれがまだまだこう変わっていくあの余白というかあの可能性もあるのでそれをこうどこまでこう書いていいのかっていうのはなんか非常にちょっと悩ましいところもありました。 でただあの今回そのプロセスオブザーバーっていう仕事をこうなんか自分なりに考える上でやっぱりその近年いろんなところでこう盛り上がってるというか議論されてそのアーカイブその舞台芸術をこうどうアーカイブするのかっていうところとなんか今回の,そのミッションというか仕事はかなりつながる部分があるんだろうなというふうには思っていて。でまあ であるならばなるべくこう参予観察のようにしてあのまあ漏らさずあの知ろうと漏らさずこう記録していこうというのがまあ自分のスタンスではありましたでまあその意味であの今回そのプロセスオブザーバーにこう選ばれている方ってまああの先週あった大会のセッションもそうですけかなりこうキャリアがあの例えば学校で教えてらっしゃったりだとか別の仕事があったりで方がたくさんいらっしゃったんですけれども個人的には例えばそのまあ批評 をやっていいる若い人とか、あるいはまあ大学院生とかもわからないんですけれども結構そのある程度こう時間を自由に使える人がもっと密着して入るっていう可能性もあると思いますしあるいはその南出さんのようにその舞,台舞台芸術とはちょっと違うところから見た時に何が見えるかそれは例えば建築家でもいいかもしれないしあのもちろん科学者でもいいと思うんですけど。 けれどもなんかそういう人からの視点みたいなものもそのオブザーブみたいなところにこう関わってくるとちょっとこう面白いこう変化があるかもしれないし、まあ、あの次年度もこのプロジェクトは続くというふうに伺っているので、ま、そういうふうにこうさまざまなこう証言とか視点のストックみたいなものがこう出来上がっていってそれがちゃんとこう体系的に見えるようになるととってもなんかこう有意なものができるんじゃないかなというふうに思ったりします。 なんかあれですよねあの、現実的じゃないかもしれないけども、複数オブザーバーがいたら、まあ、全然違うかもしれないですもんね、レポートも、まあ、同じ作品のことをこれは書いてるのかって思うくらいかもしれないですよね。あのえーとまあ 制作過程をを、まあ、プロセスを、まあ、こう例えば、えー、当事者がそのアーティストがどれだけあの客観的になってこう記述ができるかっていうのは相当難しいことだと思うんですよね。でそれであの、まあえー、と例えば映画監督が、まあ、制作完成した作品に関して、まああのえー、と思いを あ後で説明をするとかどういうところに苦労したかっていうようなことあるいはどういうところで変更したかとかっていうことを振り返って述べることはできるかもしれないけれどもその過程その過程でいかにまあこう立ち止まってある意味立ち止まって語ることができるかっていうのは少しメタな視点にならなければならないっていうのは結構難しいことなんじゃないかなと思うんですね。そこで プロセスオブザーバーという形で、まあ、私はあのえっ、ー、と特にその3回目までのあの途中経過でこう各報告書の中ではあまりその私自身のあの意見をあの入れないでおこうというあの本当にそのプロセスを記述しようということに、まあ、あの徹したんですけれどもあの私はですねええっっとと実はあの、えーと プロセスオブザーバーの,その,あのこの任務、えー、をあのしだした時にはもうすでに半分ぐらい8月ぐらいからだったのであの最初の企画のあたりなんかはもうすでに終わっていたんですけれども、まあ、幸いそれこそズームのレコーディングがあってそれを見せてもらったりとかっていう形で、まあ、あのプロセスを、まあ、あの追うことができたんですね。でそれであの、まあえー、と基本的にはあの、まあ、その記録を見せてもらうのと 書いたんですがあのその家庭家庭でこうインタビューをすることによってあのおそらく、まああのえっと、映像の監督であったり音楽のプロデューサーであったり総合プロデューサーの大竹さんであったりがこう、まああのえっと、質問に答える形でこうあの確認作業をあのしてもらえて。 たんじゃなないいかなという,ふうにまああのそういう形であの途中途中をこうあの確認するっていうのはそれはあのプロセスをまああの明らかにするっていうあのどういうふうにそのアート作品がこうそれは舞台であっても映像であってもこうあの積み上げられて構築されていくのかっていうことをあのえっ、ー、と 明らかにするっていうのはこれはあの、えー、と重要なことだと思いますしあのそれは本当にその私があの、まあ、あの民族史を書く過程っていうのもどういうふうにあの、えー、と相手と関係を築いて自分はどういう視点からこうあのその社会あるいはそこの人々の営みをこう書くのかっていうことを常にこう自覚的にこうあのなるっていう過程とあの同じだなというふうに思いながら、はいまあ、あのプロセスを サーバーの仕事をさせてもらいました。はい。ありがとうございます。あの、ちょっと、まあ、今の話とも。関係する質問なのかなと思うので、えっと、ちょっと読み上げつつ、まあ。 あ意味今南田さんには答えていただいたようなところがあると思うんですけども、あの他の2二人と、あとちょっと僕も含めて答えられればと思うんですが、あの寄せられた質問ですね、呼びます。えっと、教育現場で国際交流に携わえ立ち上がっていますが、報告書として客観的に文字化することに難しさを感じます。今回、特に意識されたことはありますかちょっとこの質問に対して、えっと、もしも返せる方がいればと思うんですけれども、いかがでしょうか。 高井さん <laughs> 客観的にはい客観的に文字化することに難しさを感じるとそうですね、もちろん文字にする時点で取りこぼされるものっていうのは何でも必ずあるので、そこは難しいところですよね。まあ、私の場合は割とジ うん傍観したことそのまま書くというよりはインタビューが多めではあったのでそこにそんなに難しさはなかったかもしれないですけどもちろんそれはあのオブザーバーに限らずあの文字にするということを仕事にしている人間は必ずぶつかる問題ですよね、うん、その難しさとだけれどもそれにトライし続けなければいけないということは当然あると思います、うん、堀切さん、いかがでしょうさっきその内と外の視点みたいな話もありましたが。 はいあのー、今回あの4人、人、まあ、僕も含めて4人出ている他の皆さんの報告書も先に読ませていただいて感じたことを言うと、あのー、難し書く難しさというよりは視点が皆さん全然違っていて先ほど南出さんがおっしゃっていたようにある種こう客観的にこういうことがありましたという事実経過を報告しているあるいはそのこういうコメントがアーティストの側から出た難しさ。 がこういうふうなところにあるという証言があったということをレポートする報告するでまあ、高橋さんは本当に稽古場に寄り添ってですねまあ、インタビューを交えながらあの作品がどういうふうに動きが特にマイムの動きがどういうふうに展開していくのかあるいはその 通訳を介さない現場でどういうコミュニケーションが行われているのかというのは非常にこう寄り添う形で、えー、描かれていましたし、あのー、僕は一番立場として近かったのはおそ、あのー、らく島貫さんのものでこのオブザーブ制度そのものもどういう価値があるのかっていうところも問うてましたし国際共同政策あるいはそのジャンル感を横断していくっていうことの意味合いみたいなもの要するに作品の そのコンテクストですよね作品が今こういう環境の中で作られていることの意味づけみたいなものを常にこう再帰的に考えているということがあっていろんな書き方がやっぱりあると思うんですねだからその難しいって言われてる方がどういう何て言うか報告を前提としているのかというのでだいぶ変わってくるかなと思います。 僕自身は扱ったのはその20世紀冒頭の戯曲なので非常に歴史的なことなんかにもタッチしましたしあとはその桜の園自体が日本でこれまでに上演されてきたあるいは翻訳されてきた経緯もあるのでそことの兼ね合いというかそういう歴史的な経緯の振り返りみたいなものも意識をして。 えー、書きましたし、今だったらおそらくそのウクライナの話なんかを書いていたかもしれませんが、えー、それはなかったので、えー、まあコロナの話との関係性とか、えー、というのを意識的に書きました。はい。そうですね。あのー、そのまあ文字化することの難しさみたいなことというのは、まあ僕はあの非常にその短い記事を 書くまあ、短いと言っても長いものもありますが、まあ、ライターっていうのをお仕事にしているのであのやっぱりその読者みたいなものにどういうふうに届けてそれがどういう経験になるかみたいなことがあの結構関心の大きいところとしてあるんですね、うん、だその意味で言うとその必ずしもその文字で残すっていうことだけが、まあ、批評的な声ではないというか。 あのそのライティングっていうものの概念をもうちょっと広げることも多分できると思っていてまあそれこそ音声だけのポッドキャストみたいなこともありえると思いますし Vlog みたいなこう映像を通して残すものみたいなのがあるでそれに比べた時にその文字っていうのはある種こう文書主義というかあの非常にこう残すっていうことにこう価値を見み出されてるメディアだと思うのであのまあ優先度高いんですけれども。 割とこう。文字化するときにこう失われていくもの。こ,こぼれ落ちてしまうものが絶対あるなと。とまあ、それもあって、今回はあのあまり。 こう大きい軸になるテーマみたいなものよりもこうその都度その都度見たものを書くでそこで見な,見,な見ながら考えたことも書くし書きながらさらにそこから考えたこともなんか書くっていうようなのをかなりこう三分的にというよりは、まあ、ある意味でちょっと分裂的なところもあの感じながら書いたんですけれどもでそれをちょっと今回そのこの。 えー、イベントがあったので改めて自分のものを読み返してまたそこからもうちょっと書きたいことあったなっていうのも自己的に発見するみたいなところもあってその書いたものを起こすっていうそれをどういうふうに生かすかみたいなところはかなり難しいしなんかこういろんなこう議論のこう余地があるなっていうふうには思ったりしています。 あの書いたものって書くものを書くときって読者をやっぱり想定して書くわけですけれどもその点でこのオブザーベーションのレポートっていうのは少し難しさがあったとしたらそこであのもちろん まあ助成金というかそういうあのプロジェクトに対するあの報告書でもあるしだけれども一般に終わってから公開するということも聞いていたので私はそのデラシネラのファンというか好きで見ている人にも楽しんでもらえるレポートにしたいなと思ったりもしましたしまあネガライターのものですからそういうところもあって。複数の人を を読み手としして想定しながら、ななんとなく、まあ、そ,その中央なのか両方なのかっていうあたりを探り探りやったけれども、まあ、うまくいったかどうかっていうところなのでそのあたりは難しかったですねあの。私は報告書というふうにあの、まあ、言われてでそれであの、まあ、プロセスオブザーバーとしての、まあ、報告書というふうに、まあ、あの言われたので、えっと、まあ 明らかに論文あの普段書くような論文っていうのとは全く位置づけが異なるものというふうに捉えましたであのまあそれこそ誰,の誰に向けて今おっしゃったようなその誰に向けて書くのかっていうこともそうですしこれは誰の文章なのかっていうこともそうなんですけれども、まあ、もちろん文章を書くこと自体は私の文章ではあるんですけれどもあまり私があまりそのえっと私が そのこの、えっと、プラネタリウム映像空の端に対してこう分析的な視点をあの持つのではなくてやはり報告書なのでできるだけ丁寧に書くっていう、まあ、あの記録の意味っていうようなところにあの、えっと、重きを置いて、まあ、あのもちろんそうは言ってもやはりあの 私のこう関心であったりとか私の立場であったり私の解釈っていうところが全くゼロになるものではないんですけれどもあのやはりこう作品とともにあのその 報告レポートがまあ残るっていうような,なんかあのその、えー、と作品の裏側というか、まあ、なんかそういう記録というような位置づけであの私は報告書を、まあ、あの捉えたっていうところではさっきの,あの、えー、と堀切さんのお話を伺ってあそうかそういう,こうあの堀切さんにしか書けないっていうような、まあ、そういう側面をあのプロセスオブザーバーの報告書に入れるというのも、まあ、あの一つの,あの方,方法なんだなというふうに逆に にあの、えー、と気づかされたとところはあります、はいはい、ありりまますすがとうございます、えー、と残りが約10分ぐらいということで,でいくつかまたさらにあの質問もあるので、えー、とちょっとその辺をあの投げながらやっていこうと思います,、えーと読みますえー、通訳の存在が大きいというお話がありましたが共同政策の通訳に求められる素質はどのようなものでしょうか。 僕はちょっと通訳というものが今回のプロジェクトではなかったので赤野さん方から伺えればと思いますあの私の,あの見させていただいたあのこの映像制作の場合は、まあ、あの通訳であり、えー、と当事者のアーティストでありというような。まああのそのえーと ブラジル側の,あのシェーンさんという方はあの、えーとまあ、日本語ができるアーティストの方っていうことで、まあ、あの通訳の立場としてというよりかは、まあ、あのその中のメンバーで通訳ができる人っていうような,なんかそういう位置づけであの関わってらしたのであ,のあまりあだからその、えーとえー、シェーンさん自身の意見がまあ,あの も日本語であのお話をされてで他のブラジルのアーティストの方々の意見もあのそこであのお話をされてということだったのであの通訳を介したというような感じはしなかったです。はい、割とと作る人とその翻訳通訳する人人翻訳訳通すが こうある意味こう一体化しているようなうですね。はい、うん、日本語のできるブラジルのアーティストの方というようななんかそういう位置づけでした。はい。なんか多分その専門適性っていう意味ではあの何かちょっと難しさもあるのかもしれないですけども、でも多分その経験を共有しているからこその何ていうかこう発せられる言葉とか伝えられるものもありそうですよね。そうですね。はい。あのご本人がアーティストだからあのそういう意味ではあの専門用語云々っていうところはあのえっ、ー、と心得ていらっしゃったんだと思いますね。<laughs> 高井さん、いかがですかあの出だしならは基本的には通訳現場にいなかったのでほとんどなのでそこはないですねあのいたらまた変わった部分もあるかもしれないしいなかったからこそできたところもあるかなと思っていますちなみにそれはあれですかあの、まあ、国籍的にはかなり多彩なメンバーじゃないですか、はい、それはやっぱ作品自体がこう、まあ、ある種ノンバーバルなものだから っていうところもああるんでししょうかかそれとももやややっぱりやりりりりりりははなましたもちろんノンバーバルなものを作るっていうところでセリフがあるものよりはやりやすかったと思いますけれども基本的にはもちろん説明しなきゃいけない部分っていうのもあってそれは英語だとかあと日本語でやっても、えー、と特に台湾の方十一十一は過去にも参加してることもあってかなんとなく日本語を分かったり。 蓮心、まあ、さん、初めてですけどそれでもなんとなく分かるっていうのが稽古場一緒に過ごしているとあるみたいでなので、本当に英語で説明するけれども日本語もちゃんぽんだったりジェスチャーだったりということで成り立ってましたね堀切さんいかかがでしょう通訳の重要性に関してはもちろんこのプロジェクトの中で序盤から話に出てましたしあの座談会も前回の、ね、18日の分で。 えー、大下さんだったかながあの割と分析的に述べられていたので、えーまあ、そちらをご覧になっていただくのが良いかと思いますがこれは僕あの失敗したなと思ったんですよ今回あの通訳の重要性ってことは序盤から言われていたにもかかわらず桜の園の通訳をされた方にインタビューを僕はできなかったのでむしろこの点はあの。 今後同じようなプロジェクトがあれば、えー、何かしらどなたかにやっていただきたいなと思います。であの桜の園は2ヶ月間稽古があったので1人の人が専属で付きっきりということはできなくてですね、えー、クレジットされているのは4名の方が4人の方が、えー、参加されています通訳としてなので、えー、非常にその4人の個性というかバラエティもあったでしょうし、えー あとはの通訳の方の他にです、ね、えっと今回翻訳ロシア語から、えー、日本語への桜の園の翻訳を使っているんですけどその翻訳者の方とのコミュニケーションというのもあったので非常にあのデラシネラの,そのいろんな国籍の方いろんな言語の方がわっと集まって、えー、その場でやっていくというのとは非常に対極でですね日本人フランス人がはっきり分かれてその間に通訳が。 入っててに進めいいくというタイプのものもでしたなのでその現場の難しさみたいなものは多分この時間残り時間を考えるとちょっと別の機会に <laughs> 譲った方がいいのかなとは思いますが、えーまあ、最近はあのその通訳舞台通訳のコミュニティで知見を共有していくっていうようなプロジェクトも、えー、出てきているのでおそらくその基金の枠組みの外側で、えー、またそういうイベントと出会うことは、えー 緊긴で可能だと思っております。ありがとうございます。あのちまあ、ちょっとその通訳ってもののこう概念を少し広げたら自分にも喋れるのかなというふうに思ったんですけれども、まあ、さっきもその話したようにその。 音楽と演劇っていうもののこうコラボレーションをするときにやっぱりそれぞれのこう持っているこう文法というか言語がやっぱり違うんだなっていうところは端橋から感じるところがあってである意味その全部で3週間あったクリエーションはなんかそれをこう少しずつこう埋めていくというか共同の,その共通する言葉をこう見つけながらそれをこう翻訳していくでもその翻訳っていうのは単にその言葉を訳すってことだけじゃなくて実際にパフォーマンスで 見せてみたいだとか音を当てることでなんか相互理解したりだとかなんかそういう,こう、まあ、アーティストというかものを作る人たちっていうのはあのいわゆるそう言葉っていうものの捉え方がもうちょっと広い。 いろいろなその固有の文法をそらく持ってるはずでなんかそういったところにもおそらく通訳とか翻訳っていうものの概念は考当てはめることができるし今回の部下があったものでいえばその通信部門をこう担当されていたその裏方というかエンジニアの方がある種こうインタープリーターのようなところにもなっていたとも思うのでわりとこう広くいろんなあの。 考え方だとかリサーチみたいなこともなんか可能性としてありえるのかなというふうに思ったりもしています、はい、で最後にですねもう一個質問があってであのこれをなんか皆さんからそれぞれお聞きしつつもしもちょっとまだしゃべり足らなかったところがあればおぎあの補ってもらうみたいなことでこの回を締めようかなと思うんですけれども、はいえっと、質問はですね、えー、それぞれの作品の今後の展開が,が予定されていれば教えてくださいという、えー、質問です えっとどうしようかな。まあ、ちょっと最後に多分僕喋った方がいいと思うので、じゃああのお隣の南出さんからよろしくお願いします。 この作品を、まあ、あのまずそのブラジルでどのようにあの上映されて共有されるかということが、まああのえー、と今、えー、と考えていらっしゃるところであとやはりその最近その、まあ、プラネタリウム映像というもののこう例えば映画祭であったりとか、まあ、そういうのがあの、えー、と徐々にこう世界の中でもあの増えてきているというような、まあ、そういうあの、えー、と状況があるらしくて、まあそう そういったところでできれば発表していってそれで多くの人に見てもらうというようなそういったことをあるいは万博なんかでもこういった映像の上映なんかができればといったようなそういう世界に発信していくということを考えていらっしゃるということで是非それはやってもらいたいなというふうに思いました。 テラシネラに関して時計で今後どうっていうのは多分今のところはないと思うんですけれども先ほども申し上げた通りザ・グローバル・シアター・プロジェクトというテラシネラがやる。えー 計画しているることのの目でではあるのででそれはまあ私が聞いた限りでは、まあ、例えば海外で踊っていた人が日本に帰ってきた時にそこで活動をどうするかっていうところでまた旗と困るっていう状況の人もいたりするけれどもその一つとして常にあのプロジェクト公演単位ではなくって常に海外からも人を呼んだりそこで帰ってくる人ももちろん一時的に来る人も踊れるっていうような国際的な 政策をする持続的にする集団っていうのを考えていらっしゃるようでその1作目、まあ、それ用の経験を今積み重ねている状況なのかなと思うのでそういう意味ではこのトゲでの経験一、まあ、つ例えばそのプロットを先に作るとかっていうこともそうですけれどもそういったことがこれからプロジェクトを実現するにのにつながっていくんじゃないかなと思います。 えっと、スパックの演目に関しては、えー、冒頭に申し上げたように、えー、ジュヌ・ビリエ劇場のディレクターをージャヌートさんが務めている関係で、えー、次年度ですね202023年度のプログラムに、えー、組み込まれる予定だというふうに伺っているのが1点ともう1つはこれは報告書でも触れたんですけれども、えー、国際交流基金の まあ、一つの企画で、えー、Beyond the Border という YouTube で、えー、動画配信フルの舞台、えー、作品の、まあ、映像を無料で公開をしているというものがありましてそちらでもいずれ、えー、もしかしたら見れる機会があるんじゃないかなと思います。えっと、まあ、最後に一言だけ申し上げるとですね、まあ、今回 このコロナ禍で、えー、こういう事業に関わらせていただいて本当に僕は痛感したんですけどもこの、まあ、コロナ禍でリモートが増えたっていうロジックが一つあると思うんですけど逆に言うとですね、まあ、このリモートが可能な環境だったからこそこういうことができたっていう。 こともあると思うんですね。つまりこのコロナ云々ではなくすでに技術的にストリーミングとか、まあ、それこそネットフリックスとか Amazon プライムとかを皆さん契約をされていて好きな時間に好きなだけ映像を見るというのがもう日常にインストールされているような生活を都市部に住んでいようが地方に住んでいようが僕らは今しているわけですよね。でその中ででやっぱり舞台に劇場までわざ,わざ行って で作品を見るという経験自体があるいはその価値自体がちょっとずつ変わっているような気がしていますこれはただ単にコロナで感染症で舞台に行くのがにちょっと慎重になる臆病になるというレベルだけではなくてですねもっとこう構造的な問題として捉える時期に来ているんだろうなとこういう た観点をあの政策の人現場の人と、えー、まあ基金のようなあのお金を出す側、えー、あるいはその観客とか共有していくっていうことが非常に大事になっていくんじゃないかなと思いますあの僕が住んでいるフランスもですねあの劇場大きな劇場の定期会員っていうんですかが本当にここ数年もうどんどん減っていて、えー、広いところだと3割ぐらい え定期会員が減ったというニュースを見たばっかりなので、えー、これはあの多分世界的な傾向として劇場に行くこと自体の価値が、えー、あるいはあの人数が減っていくというのはやはり共有しておいていいのかなと思っております。これはあの危機感というよりはポジティブに捉えて新しいシステムを作っていくという時に来ているっていうふうな認識でおります。はい、以上です。 ありがとうございます。えっと、僕の方かまかチェルフィッチで言えば、まあえっと、2023年に「えー、ウィン・芸術週間で、えーまあ、完成された作品が、えーまあ、上,映上演されるというので、まあ、あのおそらく2023年の秋頃だと思うんですけれどもあのそれが今後の展望かなと。 であと、あのー、今回、クリエーションにこう関わっていろんな方の話を聞いたりする中で非常に面白かったのが、まあ、やっぱりちょっと音楽方面の話なんですけれどもあの藤倉さん、今回その音楽チームをですね、えー、と弦楽四重奏と,あとそのクラリネットの,あの全部で5人編成にしているんですね。でこれれにも理由がああって、あのー、その規模であれば、まあ まあるいは、例えば音楽が根付いているような都市であればあの同じ奏者をこうあの探すことができるであるとかあるいは、ぎりぎり指揮者が存在しなくてもお互いのセッションで成立するそのある種こう限界値というかあのそ,のものそのフレームとして4人プラス1人というのを設定していたそうなんですね。そういういことを考えてる ところのこう土台何というかその音楽西洋音楽が持ってるこうなんか再現性への再現可能性への何ていうかこ,うこだわりというかそれがまあ必要であるっていうような考え方だと思っていてこれはあの先ほどその堀切さんがおっしゃってたようなこうメディア環境が変化する中でネットフリックスとかあるいはその配信みたいなものがある中でひょっとするとそのもうずっとこう長い歴史のある西洋音楽の中の,その再現の要素っていうか。 どうやってそれを遠隔でもこう再現することができるかっていうそういう。 昔からある知恵や技術からも何かこうアーカイブだとかあるいはその文化というもののなんか新しいシステムを作るっていうところにつながるヒントがあるんじゃないかなっていうふうには思っていてあのそれが非常に今回のリサーチで面白いところでしただからそういう意味では恐らくその2023年の作品以降も展開しようと思えばできるしさまざまなこう拡張性を持たせることもできるのではないかなというふうに思っているので、まあ、個人的にも楽しみに思っています。 はいえっ、ー、とそうですね少し時間が、えー、長引いた形ですけれどもえっ、ー、とこれで2時間話しましたということで <laughs> はい。 えっとえー、皆さんあの、本当に長い時間ありがとうございました、あのそれぞれの知見であのいろんなことを聞くことができて面白かったですし、あとあの、えっとまあ、ネットの向こう側の,あの見ていただいた方もかなりあの活発に質問を投げていただいたのであの、お会いはできてないですけれども、そういう方ともちょっとこうコミュニケーションとか、一緒にこの場を作っていくような、こう少しグルーヴ感を感じるようなところもあったので、あの非常に面白い経験でした。あのえっと、こののの映像、えっと、1週間前の大会のセッションも 含めて今後あのアーカイブで YouTube でも配信されて見ることができると思いますのであのぜひお時間の際に見ていただきたいですし、えー、と8つのプロジェクトの、えー、長い報告書もあのいずれ公開される予定ですので合わせて見ていただければと思います。はい、では皆さん本日どううもありがとうございました